はい、皆さんおはようございます。今日は11月27日水曜日、朝のスピリチュアルテレビを始めさせていただきます。私、みんなの広場の節子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、早速朝からお集まりいただきましてありがとうございます。歌う水曜日ということで、まずはね、この歌からいきたいと思います。こうこけこっこと皆さんで朝の歌、歌いましょう。ということで、皆さんおはようございます。よしみさんおはようございます。プリンさんおはようございます。まゆさんもおはようございます。まゆこさんもおはようございます。あいこさんおはようございます。皆さんおはようございます。今日もいい天気ですね。今朝はとっても寒かったですけども、皆さん風邪などひいてないでしょうか。昨日はね、私、クリスタルボールの奏者3人、集まって、楽しい楽しい想像の時をね、過ごしてきたんですけどもね、毎日ね、こうやって、あったかくて想像的な日々が過ごせること、本当にね、感謝です。いろいろね、地磁気の、変動によって、昨日もね、人身事故もありましたし、いろんなね、感情の、流れで、この変容の時期に混乱を、きたしている方も多いかと思いますが、でそんな時にね、このね、クリスタルボールの音っていうのがね、すごくね、助けになるんですね。感情的になんかね、いろいろと変容の時期に安定しないっていうことがね、結構あると思うんですけども、そういう時にね、もちろんこのスピリチュアルテレビ、いろんなね、毎日、曜日代わりでいろいろな方がいろんなね、目覚めについて、スピリチュアルなことについてお話をね、してらっしゃいますので、それを見ることもその一つの助けになると思いますけども、実際にね、体を動かして、その、感情というね、プラーナ体ですね、プラーナの中に見えないけれどもエネルギー体ですね、プラーナじゃない、ごめんなさい、プラーナもそうなんですけど、その中のいろんなね、要素があるエネルギー体ですね、その中にエーテル体という、7つの体の中の1つの2番目の体かな、この物理的な体ではなく感情的な体ですね、エーテル体、そちらにね、いろいろとね、うごめいている感情のエネルギーを、うまく制御するために、バランスを保つために、音がね、とっても助けになるんですよね。ということでね、今日はね、皆さんにその音の助けを主に、私もね、音姫様というね、自称ということで、音を使いながら皆さんと今のこの、変容の時代、進化の助けになる音を使ってワークをしていきたいと思います。今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでね、ハトホルというね、存在、集合意識体、もうアセンションしてしまったね、そういう、意識体がすごくね、その私たち今の時代の変容の時代の私たちを助けてくれているエネルギー体と、まあチャネルというかね、まあつながって、いろんなね、メッセージを下ろしている方もいらっしゃいます。私も実は昨日ね、クリスタルボール3人で演奏しながら、そのハトホルのエネルギーをすごく感じたんですね。
そして今朝ね、起きてパッと、本棚を見たらハトホルの書が目に飛び込んできたんですね。ですのでね、皆さんにもね、このハトホルのね、エネルギー体のお話を、ご紹介したいなと思いまして、今日はこれから行こうかなと思います。聖なる言葉として皆さんにこちらハトホルの書をね、ご紹介したいと思います。あ、熊友さん、乙姫様、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。みなさん、おはようございます。とね、音のね、質によって、その人の、霊的な進化ですね、それがね、深まっていくのが感じられるという話も、ハトホルの中にもあると思うんですけども、まあ、腹から声を出せとかね、よく言われると思うんですけども、いろんなね、声の出し方によってその人の状態がすごくよくわかるんですよね。ですので、この変化、まあ、アセンションにこの音、声を出すことということがね、とっても皆さんの助けになるんですよね。でね、このハートホルの書というね、こちら耳がね、大きいでしょ。うさぎちゃんみたいな感じで、まあ、このね、うさぎの節子としては、このハトホルの助けを借りながら、皆さんと音のワークをね、していきたいと思います。ちょっと最初にハトホルとは誰かというね、ご紹介、そしてなぜ地球にやってきたのかというね、お話をね、させていただきたいと思います。こちらね、第1章、ハトホルとは誰か、そして地球になぜやってきたのかというところをね、ご紹介しますね。私たちは集合意識ハトホルです。私たちは愛とともにあなた方地球の素晴らしい理想的なリアリティの響きを携えてやってきました。もし皆さんに新しい世界を作り出す用意があれば、一緒に知性と感性の旅に乗り出しましょう。私たちはあなた方の先輩であり、兄弟にあたる存在で、この惑星で進化を遂げつつある人類をとても長い間見守ってきました。そして太古の昔から、あなた方と共にあります。私たちの足跡は、あなた方の有史時代の記録に残っているよりさらに古い、今や忘れ去られた時代にまで遡ることができます。私たちは次元を超えたエネルギー的存在であり、もともとは別の宇宙から、あなた方の宇宙の入り口であるシリウスを経由してやってきました。そしてシリウスからあなた方の太陽系へと入り、金星のエーテル界に落ち着くことになったのです。私たちは昔、とりわけ、古代エジプトで豊穣の神として祀られていたハトホル神を通して務めにあたっていたことがありました。またチベット仏教の形成期にはラマ僧たちとも交信していました。彼ら独特の技法や音を用いた習わしの中には、私たち一族の仲間による教えが元になっているものもあります。私たちの文明はそのように地球の古代文明とも交流がありましたが、あなた方の知る宇宙を超えた遥か彼方の銀河にもまた点在しています。私たちはすでにアセンション、次元上昇を経ている存在です。あなた方のエネルギー場に特徴的な固有の波動があるように、私たちの仲間も特有の振動性のエネルギー場に存在しています。私たちは単にあなた方より早く振動している、というに過ぎません。そうしたことに関わりなく、私たちは皆が神秘の一部であり、すべての宇宙を結ぶ愛の一部なのです。あなた方人類がそうであるように、私たちもまた、ありとあらゆるものの一なる根源に向かい、次元を上昇しつつ、魂を成長させ続けています。私たちもあなた方と同じく、喜びや悲しみを通して成長してきたのです。
巨視的な視野からすれば、私たちは気づきと意識の進化の螺旋において、あなた方よりも少し高いところにいます。それで私たちは友として、助言者として、そしてまた全てなるものの記憶へと立ち返る旅の仲間として、自分たちがこれまでに学んできたことをあなた方にお伝えすることができるのです。この固有の太陽系の全ての意識レベル、つまり人間界だけでなく動物界、植物界、鉱物界といった全領域において大いなる癒しの時が訪れています。しかしながら、地球の進化とアセンションの鍵を握るのはあなた方人間です。その鍵を使うには、自由意志による選択が求められ、あなた方人類が進化を選択するか否かが、この世界の多くの領域に影響を及ぼすことになるのです。この惑星の意識進化の歴史という点で見ると、人類は由々しき局面を迎えています。未だかつてなかったことが起こりつつある今、私たちはもう一度あなた方の意識の中に登場し、共にその時を迎えることの喜びに一種の放悦さえ覚えています。この前、私たちが最後にお互いの存在を意識的に認めていたのは古代エジプトの時代でした。エジプト史の中に、私たちの存在や動機や身体的特徴などの痕跡を見出そうとしても、それはほとんど不可能でしょう。ただし、ハトホルを祀ったいくつかの神殿には、私たちの姿を模した彫像が残されています。本書にあるそれらの写真をご覧になって、何らかの記憶が呼び起こされる人々もいるかもしれません。私たちの気づきのレベルにおける知識や方法をあなた方に分かち合いたいと思います。それらが人類にとって役立ってくれることを望み、願ってやみません。ただここで明言しておきたいのは、私たちは人類の救済者でもメシアでもないということです。私たちは近くに住まう兄弟ですが、あなた方の選択や進化に干渉することはありません。そうしたことのすべては、あなた方自身の自由意志によってなされるべきだからです。けれども、私たちはいつでもあなた方に手を差し伸べる用意があります。単に本書で明らかにしていく知識面や技術面での援助にとどまらず、より好ましい健康や意識状態を得るために、私たちはあなた方一人一人と親しく手を取り合っていくつもりです。あなたが本書を選ばれたということは、私たちに耳を傾けようとする意思の表明に他なりません。私たちはあなたを通じることができるように、さまざまな意識レベルで待機しています。ですから、私たちは援助を惜しみません。しかし、その一方で、私たち以外の霊的な援助や宇宙的なつながり、あるいはあなたの助けとなる宗教や信仰、同盟ないし組織などには、いかようにも介入するつもりはありません。それでもなお、私たちが分かち合うとしている事柄には、計り知れないものがあるでしょう。そこでまず、本書ではあなたがエネルギーであるという解釈から入っていくことにしましょう。私たちがエネルギーの話から始める理由は、現時点の地球ではあなた方の意識が3次元のリアリティと呼ぶところ、つまりあなたの身体的感覚によって見たり触れたりできる物質界に固定されているからです。しかしながら、エネルギーのスペクトル、すなわち地球の物理学者がまだ解明していない電磁スペクトルの中には、そこに存在するもののうち、あなたに見ることのできる範囲は 1% にも満たないのです。この宇宙で人類が把握していない無数の領域と同様、私たちもまた人類にまだ知覚されていない残りの 99% のエネルギーの中に存在しています。そうした残りの領域において、あなた方がどれほど愛されているかが分かれば、幾世紀もの歳月にわたって人類を支配していた自己否定の漆黒から、あなた自身を解き放つことができるでしょう。ありがたいことに、こうした抑圧は徐々に消滅し始めています。私たちはこの状況を大いなる喜びを持って、笑い、さざめきながら見守っています。
事実あなた方の先輩である兄弟たちはユーモアのセンスにも富んでいることがお分かりいただけるでしょう。無数の意識レベルや領域で展開されつつ明らかになる一なる根源の権限は本質的には歓喜にあふれユーモラスでさえあるのです。おそらくそうした戯れの一端であるがゆえに無限が自ら有限の中に据えてみることが可能だったのでしょうか。それはあたかも大空がガラスの壺に詰め込まれ自分はガラスの瓶だと思い込んでいたところ、ある時壺が割れて大空が自由一面に広がるようなものです。友よ、どうか壺の崩壊を恐れないでください。崩壊が困難である必要はありません。悲劇である必要もありません。それどころか歓喜と幸福にあふれ多くの笑いをもたらす出来事なのです。ということでね、ちょっと最初のハトホルからのメッセージをね読ませていただきましたけども、笑いとともに一なる根源の世界に、導いてくれる、サポートしてくれる存在ですよということですよね。このサポートね、シリウス経由で来てるというねお話ですけどね、そして太陽系では金星をね経ているということで、これが霊気の流れになってくるわけですね。ハトホルのこの、顔を見てピンとくる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。エジプト時代にね交流があったということですね、地球でね。このね、エネルギーを私は、皆さんにね経由してお伝えしたいなと思っているんですね。ピラミッドセンターの近くにね越したのもね、やはりねそういう流れの中で、私がウサギの節子と名乗るゆえんもね、実はねそこにあるんじゃないかなと思って、この耳が大きいでしょで大月、大きな月、月にはウサギがつきものですよね。月の中にウサギがお餅をついているというね、そういったね暗示も実はあったりするんですよね。この満月のエネルギーね、女性性のエネルギー、そしてそれは本当は自らが太陽であった時代を思い出す、太陽と月、このね、二元性を統一して自分の中に太陽と月を表現する、アセンションに向かって、そんなね時代を選んで生まれてきた私たち、共にね楽しんで、このね進化を楽しんでいきたいと思います。でね、ハトホルからの愛を受け取って、そしてこの磁場が実はね今ちょっとね、ポールシフトの前兆みたいな形で結構こう乱れてるわけですよね、動いてますよね。その影響で人間のエーテル体の感情的な部分にねいろいろと影響が、及んでいるわけです。そこら辺のね、感情的なものを、しっかりとね呼吸や音を使って、安定させて調和させたものに、するためのワークをねこれからしたいと思います。その中のね、このハトホルの書の中にもねそれがね書かれてるところがあるんですけどね、いつも私があのプラーナ、ごめんなさい、プラーナじゃなくて、あと忘れちゃった今一瞬、トーラストーリアンスのねトーラス、トーラス呼吸法、やってるのは、それはね自然に私の中で湧いてきたものでもあるんですけども、改めてねこのハトホルの書を、読むとこういうふうにね、それがトーラスのねこのこちらですね、これが図になって書かれていて、プラナカがこういうふうにね人間の中心にリンゴの芯と同じように取ってますよっていうね、こういう、分かりやすい、ね、名器があります。これもね皆さんにねお見せして紹介したいと思います。視覚的にこうやって見るとね分かりやすいですよね。このトーラス、チューブのねチューブトーラスというね感情、円環体というふうに日本語では表してますけども、この二極性南北ね、これに流れるこういうエネルギー体ですね。そして陰と陽という感じで、これが8の字横に寝かしたようなねこんな図になってます。これを自分の体の中にね、体感する、呼吸によって体感するというのが、ワークとしてねこれからやっていきたいなと思っている
ところです。実践編ということでね、今日もやっていきたいと思います。ではご準備はよろしいでしょうか。見えるかな、上が。はい、では先ほどの図のようにね、朝からしっかり体を動かして、この空気の中にね、充満するプラーナのエネルギーを呼吸して自分の内側に入れ込んでいきたいと思います。ではまずね、地球の上に立っているこの母なる地球、このエネルギーを足の裏から体の中心通ってプラーナ管に入れて、そして頭の上からふわーっとね、出していきますね。左右対称に8の字を描くようにイメージしながらいきますね。では呼吸とともにいきますよ。息を吐いておきます。はい、息を吸って足の裏から、はい、頭の上まで引き上げたら、はーっと出していきます。はい、もう一度息を吸って、はい、出していきましょう。はい、もう一度息を吸って、はい、出していきましょう。はい、もう一度息を吸って、はい、出していきます。はい、最後です。5回目で合格。息を吸って、はい、頭の上から出してきます。はい、では、反対の動きいきますね。今ね、こういう内側にね、エネルギーの渦を感じられたと思います。今度は外側から頭の上から入ってきて、こうもらってくる。そして内側を通って足の裏から大地へとアースしている、こういう流れでね、いきたいと思います。では父なる宇宙のエネルギーをいただきましょう。息を吸って、はい、出してきます。はい、また吸い込んで、はい、出してきます。はい、もう一度息を吸って、はい、出してきます。はい、4回目息を吸って、はい、出してきます。はい、最後です。5回目で合格。息を吸って、はい、出していきましょう。はい、結構です。いかがですか。全身の細胞がね、ふつふつとなんかこう生命力を帯びて、喜んでいるようなね、そんな感覚があります。うわうわとね、エネルギーがこう出ていくのを私は感じていますけども、皆さんはいかがでしょうか。一緒に共振してね、このエネルギーを感じていただきたいと思います。今ね、外からのエネルギーね、こうやって内側に入れていく、こういう流れの呼吸をしました。今度はこれを統合していきますね。両方同時に感じていきます。そしてちょうど7つのチャクラの真ん中、ハートチャクラですね、ここに集めていきます。そしてこのハートでね、このエネルギーを受け取って、この愛のエネルギーね、父と母の愛のエネルギーを受け取って、そしてハートから愛を360度、自分が星になったつもりでね、恒星になったつもりで放射してください。はい、では行きますね。息を吐いておきます。はい、両方から息を吸って、
飲める、胸いっぱいに広がったこのプラーナ、よく感じてください。さあ出していきましょう。自らが光り輝く。はい、また上と下からもらって、ハートの中に溜め込んでいきます。そしてこれを練るような感じで大きく大きく広げていって、はい、光を放っていきましょう。呼吸とともに全世界に愛を放つような感じですね。はい、もう一度上と下から息を吸って止める。さあハートが振動します。プラーナで大きく大きく光が放たれていきます。はい、どうぞ。もう一度いきますよ。上と下からもらって、はい、ハートで統合されていく。そして一元の世界、根源の世界へと光を戻していきましょう。はい、どうぞ。さあ最後です。上と下からもらって止めて、さあ内側のこの宇宙、外側とつながってます。はい、放ってください。はい、結構です。いかがでしょうか。肺をね、物理的に膨らませること、ここ肺ってね言いますけども、ここ愛が宿る場所なんですよね。日本語って上手にできてますね、本当にね。はい、はい、だって肺にいっぱいね、プラーナ、空気を、入れることで愛もどんどん広まっていくようなね、そんな感覚が味わえるのではないかなと思います。さあ、あ、コメントありがとうございます。倉田ダンさん、昨日は映画かぐや姫を見てきました。あー、かぐや姫、そうですか。スピリチュアルな映画でした。節子さん、うさぎさん、月かぐや姫、シンクロしていますねはい、シンクロしていますね。はい、かぐや姫はあれは実は本当スピリチュアルなお話なんですよね。昔々竹取の翁というものありけり野山に混じりて竹を取りつつよろすのことに使いけり、なおば榊の宮津こと何いけるっていうふうにね、中学の時に暗記付させられて今でも覚えてます、あれはね、竹の中をね、 光ってる竹をこう切ったら中から出てきたかぐや姫、あの方は宇宙人ですねはっきり言ってね。そして、宇宙へと帰っていくというね、まあ、月というね、まあ、人造の惑星だったり、あ、人造じゃないや、まあ、自然が作ったとも言えるんですけども、ある意識体がね、まあ、この宇宙がね、創造主がまあ作った、絶妙な、ね、ハーモニーに彩られた天体なわけですよね。その中の月というものは、とてもね、興味深いですよね。月の裏側には UFO の基地があるなんてね、噂もありますしね。はい、かぐや姫ちょうどシンクロしましたね。はい、日本もね、かぐやっていうね、のが飛んで、そして月の裏側まで撮ってきて、その情報はどうなんでしょうね。なかなか公開されないのかもしれませんけどね。一番身近に感じる天体としてね、月の存在っていうのはね、より親しみが湧きますよね。日本人はあの月の中にうさぎさんを見るわけですよね。そういったところがね、この私のうさぎの節子というね、名前の命名にも関連しているところでありまして、大月にもおりまして、大きな月というねところでピラミッドセンターがあるっていうところがまた面白いですよね。そしてこのピラミッドはエジプト時代の、まあ、アセンションに関する、まあ、ハトフルの書、先ほどね読みましたけども、集合意識ハトフルからの、アセンションの手助けの象徴でもあるわけなんですよね。そこではいろんなイニシエーションが行われていたということで、そのね、
人類をこうサポートする働き、がまた再びね、ハトホルの書として蘇って、そして音とともにね、声とともに、その覚醒を促すエネルギーがここに来ているわけです。それはドレミファソラシドで表されているわけなんですよね。で、歌う水曜日、歌によってね、その、恩恵をいただくということができるわけなんですね。基本は7つの音ね、ドレミファソラシ、そしてド、ドは元に戻る、ね、で8番目、まあ、これがインフィニの8にもつながってる、もう全てがこうやってつながってるわけですよね。ドはドーナツのド、土台のドね、第一チャクラ、しっかりと根を下ろして、まずは土台が安定しないとダメですよね。それにだんだんこうレーで、展開していくわけですね。どんどん上に上がっていく、音も色も、七色をね描いていくわけですよね。ドレで出会いがあるんですね。どの時には土台でしっかりと自分が根付くこと、そして人間っていうのは人と人との間って書きますよね。人と人との間で交わりが起こるわけですよ。それがレの音に象徴されている次の段階に行くわけですよね。で、ここは、男性性と女性性が物理的にね下のチャクラで出会う、そういう場所でもありますよね。子宮が、上にありますけども、ここは卵巣があったり、ね、そういう性的な、男性と女性が出会う場所でもある。そしてそれが2でつながっていく、みんなにつながっていくわけですよね。ちょっと眩しいのでカーテン閉めますね。ドはドーナツのド、レはレモンのレで、人と人とが出会っていく、で出会いのレです。ミはみんなとつながるミ、ここは第三チャクラでエネルギーのね場所でも、エネルギーが、まあ、食べ物を食べて消化して、エネルギーに変わっていくね、そういう場所、火をもたらす場所なんですよね。だからミーの音ってヒーと同じイーって広がってきますよね。井戸みたいにみんなに広がっていく、横のね広がりを表す、そういう音なんですよね。そしてそれがもう一つ上に行くと、ファーで広がっていく、カッ、ワーってこう解放されていくね、そういう方向性の音ですよね。ファーはファイトのファーと言いますけども、ここはハート、ハートね、みんなやっぱアーでしょ。ね、言葉って面白いですね、言霊。ファの音は、緑色だったりするのね。これは下の黄色と上の青を足した色でもあるんですね。ちょうど、下のチャクラと上のチャクラが合わさる場所ね。先ほどね、トーラス呼吸でもやりましたけど、両方のエネルギーがちょうど合わさる場所、統合の場所ね、愛が生まれる場所です。そしてファーの次はソー、今度はここは、表現の場ね、コミュニケーションの場です。より高次なね、みんなとつながって、分かち合える場所、そして免疫を司る場所でもありますよね。ソーの音、これはね、おえいあう、宇宙の中心につながるうーの母音で表す感覚がね、私の中にはあります。いろんな感覚があると思うんですけどね、母音ともこうやってつながっていく、そしてここは青の音ですよね。青を感じる音、空の青、ね、そしてこのソの音からまた第六チャクラ上に上がって、ここが、見えないものを見る第三の目と言われているところで、ラーの音、ラー、これが444に調律すると、この後のアセンションのこの音が
528Hz に調律されていくんですよね。DNA を修復すると言われているね、ソルフェジオ音階で。そういう音につながっていくわけなんですけども、これが4の数字ね、444。これ世界的にチューニングする音にね、使われてますよね。ラーの音、始まりの A の音ね、ABC の A の音。ラー、これ時報の音でもあるんですね。ピッ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 っていうね、そういう音にも使われています。ラー、ここは消化体があるところです。ここがね、鍵を握っていて、いろんな多次元と結びつくね、アンテナの役目をするところです。ここの空間ですね、消化体っていう、松の実よりちっちゃいぐらい、こんなちっちゃい空間があるんですよね。そこで、いろんな周波数をこう受け取れるようなね、そういう場所、そこが活性化していくことがとってもね、重要になってきます。だから私も昨日ね、クリスタルボール、3人のクリスタルボールの奏者が集まって、いろいろ音でね、遊ばせていただいたんですけど、この振動が、ラの音の前後の音ね、ちょっと違う音と、混ぜることによって、このラの音を中心にして、すごい振動が起こるんですよ。ウィン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 っていうね、うなりみたいな音が聞こえるんです。これがね、すごくここにね、来るんですよね。ですので、この宇宙と直接つながるね、宇宙存在、別次元と直接つながる、そういった消化体を活性化するのに素晴らしい音だと思いますのでね、今度ね、来週、昨日やってすごいあんまり楽しかったので、来週も実はピラミッドセンターで合わせることになりましたので、もしお時間のある方はいらしてください。クリスタルボールがね、多分ね、全部で60個以上かな、ね、そのぐらい集まると思います。だから圧巻ですよそこにいるだけでもね、癒されるかもしれません。そういった音の遊びをね、したいと思います。ハトポルがね、きっとサポートしてくれると思いますのでね、ピラミッドセンターですからね、なっていたんでね、そう、ここね、これがラノードでしたよね。そしてラー、第6からシーに行くと幸せになっちゃうんですよね。天とつながっちゃうからね。私自身は神様だったって思い出すところですよね。シーシーは幸せよ。シーでドレミファソラシーまで行ったらどうしても上に行きたくなりますよね。シーシーの音からシーで終わったら気持ち悪い。行きたいですよね。これでアセンションが完結するわけですよね。シードも一つ上に行くと、528Hz、DNA 修復してくれる本来の自分自身に戻りますっていうね、そういう音。ドレミファソラシド、ドシラソファミレドという形で声を出すことによって、それぞれのチャクラの振動をね、整えていくことができる。そして音を聞くことによって、例えばこの安定したドミソというね、3つの音、3和音、三味一体ってなりますけどね、これで1つの音になってますよね。これから展開をしていく、物事がどんどん進んでいく、そして変化が、緊張が起きて、そしてまた安定に戻っていく、こういうね、一連の動き、4つのね、動きで一つになっていく。音っていうのは、音楽っていうのはこういうふうにね、できているわけなんですよね。はい。でね、このね、ファラド、この和音、これがね、っていう感じで、まあ、これはシューマンですけどもね、夢とか、子守歌とか、題名のついたものっていうのは大体ね、F ドゥア、ヘ長調の曲が多いんですね。ヘ長調っていうのは、まあ、ハニホヘでハートの音ね、ファの音、この音から始まる音階なんですね。これの安定した主要の3和音、トニックであるファラドという音は、なんとハートと消化体と、それからアセンションのドの音ね、で528、DNA 修復すると言われている、この音が一つになっている、そういう音なんです。だからね、
世の天才たちはエフドゥアの曲でヘ長調のね、子守歌たくさん作られてたわけですよね。モーツァルトもよくこのエフドゥア作ってましたよ。やっぱりね、この神の周波数と呼ばれる528ね、これを使ってまあ音のね遊びをしながら皆さんの覚醒を促すようなね、そんな音楽というね働きはね、そんな働きがあるんではないかなっていうふうに思いますよ。はい、ということでね、ちょっとお話をさせていただきましたけども、コメントの方ありがとうございます。オアシスさん、空気というよりプラーナという方が美味しそうに感じます。あ、そうですね、本当そうです。プラーナってなんか食べ物ですよね。そんな感じ。プラーナを呼吸している人は、物理的な食べ物を取らなくても、生きていけるというような方もねいらっしゃるぐらいですよね。はい。シノンさん、息子が赤ちゃんの時月を見せると泣き止んでいました。はあ、そうですか。今何歳なんですかね、その息子さん。音でね泣き止むっていう事例はよく聞きますけど、月を見せると泣き止んでいるということは、かぐや姫の素質があるかもしれませんね。かぐや姫ではなく息子さんなので男の子ですか。かぐやのすけくんと命名しましょう。そんなね、陰のエネルギー、月のねパワーを感じていたのかもしれませんね。満月のエネルギーは変容のエネルギーですからね。狼男も月を見て満月になると変容してますよね。それは象徴的ですよね。はい。それからシャスタさん、あ、おはようございます。節子さん、よろしかったら教えてください。オーブとは、木とは、プラーナとは、良いオーブ悪いオーブとかありますか。室内で映るオーブと外で映る、あ、途中でした。外で映るオーブとの違いは、写真に写り込む場合、撮影した人のエネルギー、それとも被写体のエネルギーが入るのでしょうか。いろいろ聞いてすみませんはい、ありがとうございます、コメント。じゃあ一つずつね、お答えしていきたいと思います。これはあくまでも私の理解ですのでね、絶対に正しいとは思わないでくださいね。今の時点での私での理解をお伝えしたいと思います。オーブね、これはエネルギー体です。で、丸い形をしているものっていうのは、振動数割と高いんですよね。で、私結構ちっちゃい時に、なんか嫌な波動というかな、自分とすごくこうかけ離れた 波形のね、ものを、すごく暗いものを感じる、重いっていうかね、そういったものを感じるものを、こう遠回りにね歩いていくような、そういうなんか感覚がありましたけど、オーブの場合は反対ですね。そこに、オーブがこう完璧なというかな、すごくね調和した丸円のエネルギーですね。振動数のすごい高い存在、エネルギー体です。地球にはね、いろんな振動数の、エネルギー体が満ちているわけですよね。それは、割と良い悪いはないんですけども、重いがあるのはね、水の要素がある。それは氷を溶かすと水になって、水を、もっと火を、もたらすと水蒸気になって消えていく、そういうね、変化がありますよね。その中の、いろんなエネルギー体の中のどういう状態でそこにいるかというね、液体の状態でそこにいるか、固体の状態でいるか、それとも気体の状態でいるかによって、振動数の違いによって自分にはいい悪いっていうふうに感じるっていうことですよね。それは自分の振動と照らし合わせて、いい悪いっていうのは自分が決めているということになると思うんですね。だから共振しているというところでは、自分がそういう振動数帯にいると、そういう振動数のものを引き寄せるというね、そういうことが起こるわけですよね。ですから、オーブっていうのは、ある意味ね、エネルギー体で生命体とも言えるかもしれない。ね、私たちも、肉体という体に宿ってる魂ですけども、そういうエネルギーであるということですよね。それがたくさん重なっているのね、7つぐらいでこう重なって多重構造になっているという、
でチャクラにも対応してね、その振動数体のこう入れ子状態でエネルギー体がこう重なってるっていう感じです。はい。で、プラーナっていうのは、宇宙に満ちているその元のつぶつぶエーテルっていうふうに表しても、エーテルというふうに言葉で定義している時代もあったと思いますけども、何にもないんじゃなく本当に何もないように見えて全部ある感じ、ぎっしり詰まってる、そういうエネルギーの元ですよね。それがプラーナ。それは空気でも、空気として私たちは取り込んでるんですけど、その中に、生命を、生き生きとさせる、そういう命の元があるということですよね。はい。だからそれとオーブとはまた別なんですよね。あのそのオーブも同じようにそのエネルギー体、プラーナを吸ってエネルギーとして存在している。ということで、良いオーブ、悪いオーブっていうんではなく、振動数の高い状態の、オーブ。オーブによって、だからその振動数の違いによって色がね、違って見えたりとかしますよね。ということなので、室内にも外にもいっぱいいます。で、それが映るか映らないか。あるところね、その、オーブは生命体で、高い振動数の者たちは私たちを助けるサポートしようとして愛をね、放っている、そういう、エネルギー体でもあるんですよね。ですので、こちらが意識をすれば、そのサポートを受け取ることができるということで、その、意識体に、必要があれば移るっていうことも起きる。そのね、目で見る必要があったりとか、それから写真でそういった存在を、見ることによってその人の進化が、促されるようなね場合、そうやって、そういうある時というかね、お互いにこう約束をした、ストーリーみたいなものがあって、それに気づくチャンスとして、わざと映り込んでくれることがあるということですよね。でその振動数に自分が達した時にね、それ起こってくる。あくまでも自分の、振動の状態によって、そういった見えてくるものが変わってくるということですよね。はい。そんな感じで私、解釈しています。ご参考になれば、嬉しいです。はい。ということでいいかな。それから、はい。愛子さん、今仕事に向かっています。今日も一日素敵な日をお過ごしください。ありがとうございます。はい。いってらっしゃいませ。さて、ではでは。さあ、さっきシリウスのね、サポートで、ハトフル、シリウス経由で来てるよ、なんていう話もありますけどね。今度ね、グレゴリー・サリバンさん、シリウスのね、映画のね、上映、公開をね、どんどんと広めてらっしゃいますけども、グレゴリー・サリバンさんと2回目の、ワークをやることになりましたので、ご案内しておきます。皆さんにぜひ来ていただきたいなと思って、宇宙と直接ね、つながって、自分自身が他の人のことに頼らずに、自分がダイレクトにね、いろんなメッセージを宇宙とつながってもらえるように、そんなワークをね、したいと思います。ET コンタクティのワークね、このねシリウス、映画シリウス、こちらね、これはなぜね今どんどん公開されて、今度12月の頭にもね、私の友人横川沙羅さんがね、シリウスの上映会やりますなんておっしゃってましたけどもね、どんどんね真実が明らかにされる時が来たということですよね。こうシリウスからのメッセージね、このシリウスという映画のメッセージ少し紹介させてください、ね。真実が明らかにされる時が来ました。広大な宇宙の中で地球に住んでいる私たちは決して孤独ではありません。なぜなら光の速度よりも速く異次元間移動をする
高度な宇宙文明を持つ人々が地球を訪れているからです。地球外知的生命体からエネルギー推進について学ぶことによって、私たちに新しい時代がもたらされます。しかし不当な手段で力を得た権力者たちが、私たち人類を抑圧する目的でこの情報を隠蔽しています。このドキュメンタリー映画は、私たちにその真実の全貌を明らかにしてくれます。映画シリウスとは、地球外知的生命体研究センターおよびディスクロージャープロジェクト、代表のスティーブン・グリア博士によるドキュメンタリー映画作品です。監督はエミー賞を受賞したアマディープ・カリーカー氏で、彼の制作チーム、ネバーエンディング・ライト・プロダクションズによって世界中に広められている映画です。この映画は極めて重要な内容を公開しています。それは私たちのこれからの時代に最も重要なテーマとなるでしょう。現在、地球と人類の未来を危惧して他の宇宙的人種がこの地球を訪問しています。それは親が子を思うのと同じ心境からしていることです。彼らは決して悪意のある存在ではありません。しかし派閥軍事産業や金融業界が利益を保持するために、その真実を6年以上隠蔽してきました。この秘密主義が崩壊すれば、世界は石油、ガス、石炭、原子力発電の古い仕組みから解放されます。そして現在の壊れた世界秩序は終わりを告げ、新しいエネルギーと本当の自由を誰でも手に入れることができる、豊かな生活を実現できる新しい世界が誕生するのです。映画の内容としてはね、まず映画の前半では、地球外知的生命体、ET、ね、いわゆる ET に関する、広大な範囲に及ぶ信頼を受ける目撃者の証言、それが音と映像によって語られていきます。またグリア博士の20年以上に及ぶ最大の研究資料の映像が初めて世界に公開されます。それから次にね、長い間隠蔽されてきた技術を公開することを目指して、未来のビジョンを持つ科学者たちをインタビューしています。彼らは私たちの周囲の空間から、ね、このプラーナに満ちたこの、ね、空間、この空間からどのようにエネルギーを取り出すことができるのか、またこのエネルギーがどのようにして隠蔽されてきたのかを示唆してくれることでしょう。ニコラ・テスラ、ね、実際にフリーエネルギーの技術を開発されてた方がいらっしゃいますよね。でもそのテスラの研究所は火事に、ね、火をつけられてしまってね、まだ早すぎたっていう感じでしたよね。でも今これからね、いよいよ時がやってきたということで、フリーエネルギーがだんだんと表に現れてくる。まだね、ちょっと頑張って隠蔽をしようとする動きもありますが、いずれね、それは、確実に起きてくることだと思います。実際にもどっかではやっているかもしれませんしね、はい、散々実験をね、していると思います。それが、近いうちにね、私たちのね元に、やってくれば、私たちは本当にね、エネルギーの自由が与えられる。で、自分自身のエネルギーのね自由も、そのヒントがね、ここですよね。ここ活性化する。それからハートですね。自分が自らイメージを作り出しているという事実ね、世界を作り出しているのは実は私たちのイメージなんだということがはっきりと、していくと、そのイメージ力を具現化する力ね、調和してお腹のね具現化する力、この調和ね、ファラドドドファラドといくとね、それにお腹の霊の音ね、レーミーでみんながつながっていくことによって、ミーソーでこうきれいにミーソーミーこう調和ができていく。ドミーソードファラシレソードミーソードという感じでね、こういう調和がね、音によってももたらされていく。その音に象徴されるチャクラのね動きが
どんどんと活発化されて、そしてイメージがしっかりと具現化されて、宇宙と共同創造するような形でね、それが具現化していくと、地球がそのフリーエネルギーに満ちたね、天国のような状態になるんだな、きっとね。その経過をね、私たちは楽しんで目撃中という感じで、目撃してるだけじゃなくって、それをこの自らの体を通して実現中ということですよね。楽しく実現していきたいと思いますよ。はい、ということでね、このね、そう、FBI はそうなのよ、ニコラ・テスラの死後、論文持ち去っちゃったね、その、こともこの映画の中で出てくるということで、真実を隠蔽する勢力は、人工宇宙船、反重力飛行物体、まあ、UFO ね地球製の UFO っていうことですよね、そういったものも実は開発してね、飛んでるわけですよね、まあ、そこら辺、いろんなね、事実が明らかになってくると思います。で、まあ、いろんなデマをね、流すことによって一般大衆をコントロールするために、本当のことと嘘のことといっぱいこう出してるわけですよね。だから私たちはその中で何が本当のことなのかをしっかりとね、見極めて、受け取るものべきことを受け取って、いらないものはこうスルーしていくという、そういうことがね、これから必要になってくると思います、ね、そしていずれ平和的な宇宙、宇宙銀河の一員として地球人が名を連ねられるように、していきたいと思いますね、そのためにね、今この ET コンタクティーということで、意識的に、個人レベルでね、宇宙とつながっていこうというね、そういう動きが、ありますので、ぜひね、皆さんもいらしてください。1月の25、にっこりね25日、新しいこと始めましょうということで、前回参加してくださった方もね、ぜひその続きでね、またさらに宇宙とのつながりを深めていただきたいと思います、グレゴリー・サリバンさんとのね、宇宙のコンタクティの、ひととき、ピラミッドセンターで楽しみたいと思います。はい、ということで、他にも宣伝どれどれ、シノンさん、はい、カッチーニのアベマリアは暗い感じですが、シューベルトのアベマリア、軽い感じ、より好きです。短調の音楽って波動的にどう思いますか。短調は、いいですよね。ずっと明るいんじゃつまんないじゃないですか。やはりこの宇宙っていうのは変化に満ちて、いるわけですよね。だからすごくね、短調も心に響くものありますよね。で、暗い時ってすごい暗い歌うといいじゃないですか。で、沈んでる時に、沈んだままにしないで、その時にね、それを表現する、歌うことによってその短調は長調にね、移行していく、そういうね、流れを、エネルギーを生むんですね。だから短調の音楽いいと思いますよ。はい、そうね、タララ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 、あれはね、あれはボカリンセだったっけ、あれちょっと違うな、なんかちょっと悲しげな音楽で、タララ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 ってね、暗い感じだと思ったら、タララララララという感じで明るくなっていったりね、そういうなんか動き、常にね、宇宙は揺らいでいる、そのね、動きが、経過がね、楽しいなと思いますね。演歌は単調だったりとかね、結構しますよね。単調な感じがありますけどね、それはそれでいいと思います。それは味わって、湿っぽい地方はそういったものをね、生まれやすい土壌がありますよね、そしてそれを、単調飽きたら蝶々にしていくというね、そうすると本当まさに軽い感じになりますよね。周波数の違いでね、このっ
徐々にこう変わっていく時のこの経過がいいと思いませんか？ね、それ味わいがありますよね。うん、そうですね。はい、ということで、あ、サスタさん、すみません、霊気とは宇宙エネルギーのことと思うのですが、それはプラーナのことですか？そうですね、プラーナでもありますけど、限定して霊気っていうのは、まあ、金星のね、エネルギー、その薄井美香さんというね、日本の方が、鞍馬山でね、21日間こもって瞑想していて、その時に金星から降りてきたエネルギーが霊気のエネルギーです。でもそれはそのプラーナだと思いますよ。それを流していくというね、宇宙の愛を、手によってこのエネルギーがね、こう流れていくわけですよね。このエネルギー体をこう、まあ、ある意味チャネリング、宇宙の存在とチャネリングして、まあ、金星からの、最初はね、金星からのエネルギーだったということですね。その金星のエネルギーっていうのは、その流れを組むのはこのハトホルね、先ほどね、ハトホルの話もありましたけども、その太陽系金星を通して降りてきているというね、それが霊気です。はい、ということで、ということで、今日はシリウスからのね、サポートの話ね、ハトホルのね、書などを読ませていただきました。このね、ハトホルの中でも、この今ね、必要な混乱の中で安定を確立するためにはどうしたらいいかっていうね、これをね、少しね、読んでみようかな。あなた方の地球が歴史に残る意義深い時を過ごそうとしていることはすでに述べました。うん、そうですね。今そういう時なんですね。それは新しい波動への移行、すなわち古い地球から新しい地球への変遷に伴い、かつて人類が体験したことのないほどエネルギーが激しく変動する時代なのです。地球は自らを組み立てているやり方そのものを新しく改めようとしています。こうして私たちが言及している地球は意識のある存在です。地球自身が上向きの進化によって変動しており、人類全員がそれに対応しなければなりません。言うなれば、人は地球の進化の上昇気流に乗っかっているのです。あなた方はそうした前代未聞の体験をしようとして、あえてこの時期を選んで地球に生まれてきています。ね、そうなんですよね。あえてこの変容の時代を選んで生まれてきているということですよね。そしてそうした変化の多くは無秩序で混沌とした性質のもので、とりわけ人の感情体にとっては困難極まるものです。したがってあなた方の多くがより激しい感情の揺れが表面化してくるのを体験しています。体験していらっしゃいますよね、今ね。この状態は地球が混乱状態から新秩序への移行をしている間、今後もしばらく続くでしょう。いかなる体系であっても、ある秩序レベルからより高次の秩序レベルに移行するときには、必ず不安や動揺が増加する混乱の期間が生じます。これが今まさしく地球に起きていることで、原子、分子、生物、地質、社会、経済などのありとあらゆるレベルが流動的ないし変動的な状況にあるのです。そして言うまでもなく、あなた自身の内なるリアリティもその影響を受けています。とりわけ周囲の人や物事に対する感情反応においては、その影響が如実でしょう。こうした混乱の時に感情エネルギーの投与をマスターする方法は数々ありますが、中でも重要度の高いアプローチをご紹介したいと思います。私たちはあなた方を多次元的なエネルギー体とみなしていますので、ここでお知らせする方法は、あなた方の感情体がこのとてつもない変化の時をより安定した状態で過ごせるように、あなた自身のエネルギーに働きかけるものです。この方法には、前にも説明した頭頂から体の中心を通って地中へと伸びる中央の柱、つまりプラーナ間に意識を持っていく過程を含みます。例えば自分が感情的に苦しんでいるのに気づいたら、意識を即座にプラーナ間に移すことで大いに助けられるでしょう。それはこの意識の移行により、プラーナ管の中をプラーナがより自由に流れるようになり、
呼吸も変化して生命力が活発になるからです。自分でも感情体が安定してきて、すぐに頭に血が上ることはなくなるのがわかるでしょう。そのように感情的動揺のない状態では、困難にぶつかってもより好ましい選択ができるようになります。ということでね、先ほどねやりましたよね、プラーナ感をこう通していく、それがこの感情体、この変容の時代でね、感情が混乱にしがちな、そういった感情体をしっかりと安定して、冷静な判断をね下せる助けになりますよということですよね。はい、ということで混乱の中でね安定を確立するというね、ハトホルの書からの聖なる言葉、紹介させていただきました。今日はね、1時間以上ハトホルについてね、喋りましたけども、ハトホルはね本当にこうやってね助けてくれてるんですね。ありがたいですね。はい、私たちは、この変容の時代を選んで生まれてきたので、楽しくねその波に乗ってこの変化を、エネルギーとエネルギーの安定とともに、選択しながら楽しく人生をね生き切って波に乗っていきましょう、体験していきましょうということですね。はい、ということでね、ちょっと、カオゼ液体をエネルギーを補給します。失礼いたしました。このエネルギー補給のこの液体の中に重要な物質が入っております。こちらが朝摘みです。朝、今日もやりましょう。朝の歌、誠の歌で皆さんと一緒に歌って踊って楽しみながら、時をね共有していきたいと思います。誠の歌を歌っちゃおう。ちょっとねお話が長くなりました。カードの前にね少し体を動かしたいと思います。ではでは、これで頭が切れないかな。はい、動けますね。この世はね踊って楽しく生きたいと思います。歌って踊って、同じアホなら踊らにゃそんそんということで、誠の歌をね一緒に歌っていきましょう。では行きます。はい、ちょっと待ってくださいね、もう一度プレイ。聞こえないな、もう一回行けますね。失礼しました。もう一度行きます。右左耳を感じてハートを通してくださいね。タイマーは麻薬じゃなかった、
失礼いたしました、みんなも一緒に踊っていただけましたでしょうか、これはね、コツはハートのチャクラをね通過して右と左ね、陰と陽、そして今度は上と下ね、しっかりとプラーナを流す、体を生き生きとね、生命力に満ちたものにしていきましょうね。歌うことで、喉がね活性化されていって、表現することでね神様も喜びます共同創造という形でね、皆さんと一緒に、楽しい時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。はい、いきなりねなんか体がポカポカで温まってきました。さあそれでは、お待たせしました、カードリーディングね行きたいと思います。ご希望の方は、こちらの方にねお願いします、コメントの方ねお願いします。はい、早速ありがとうございます。まずは七色ピッピさんからですね。では行きましょう。今日はねハトフルの書もね含めて、リーディングしたいと思います。ハトホルからのね愛のエネルギーを受け取ってください。それではまずは七色ピピさんにパラパラでねハトホルの書から、Q&A のコーナーとかがあるのでそこから行こうかな。では行きます。はい、すごい、いきなりパッと開いたらここねこのページが出ますが、ピラミッドの話が、ね、出てますね。4つの角からなるピラミッドの土台と、そこからバランスよく上昇していく螺旋に関して質問したいのですが、
頂上はどうなっているのかをもう少し詳しく説明していただけませんか、というね、そういう問いに対する答えですね、ピラミッドに関する答えです、頂上は常に変化し動いています、つまりピラミッドの底面の四隅、ね、ピラミッドの四隅ありますね、そこから頂上へと、向かうエネルギー構成の総体として、上昇螺旋運動が生まれ続けるということですか。そうです、その通りです。ピラミッドは拡張するのです。私たちは説明のための比喩としてピラミッドを用いますが、字義通りの意味ではなく、それをモデルに説明しようとしているのです。このモデルではピラミッドの頂上に達することは、意識の一つの高みに存在することを意味し、そこでは以前よりも生命力や人間関係、仕事や奉仕の在り方、聖なる元素との関係、これ四大元素ありますね。との関係においてさらに深く多くの気づきを得るということです。その意識の高みを頂上、すなわちピラミッドの最高地点と呼んでいるわけですが、実際にはあなたがその高みへと上昇し始めるや否や、ピラミッドは大きくなり、上方へも伸びます。したがってあなたが終点に行き着くことはありません。終わりがないんですよね。そういうことですよね。そのため私たちもあなた方への奉仕において心から謙虚であれるのです。私たちは実に螺旋が無限であり、もっとはるかに進化した存在がいることも学んでいます。ですから私たちがあなた方を価値判断しようとすること自体、滑稽なことなのです。そのような行為はエネルギーの愚かしい浪費に過ぎず、たとえ螺旋に沿って上昇していたとしても元に戻ってしまうことになります。ということでね、もうどん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 永遠に進化し続ける螺旋がありますよというお話ですね。人間関係ね、仕事、そして、奉仕のあり方、愛をね、皆さんにこう与える、提供する、そういったことっていうのは終わりがなく、際限なくずっと起こり続けることなんですよって、それがもうピラミッドの形に象徴されていますっていうね、そういうお話、です。終わりなき旅を皆さんと共に、味わっていきましょう。ということで、ハトホールの書から、このね、142ページピラミッドのね、ところをご紹介させていただきました。ありがとうございます。さて、次いきますね。次はよしみさん、はい、ではよしみさんには、ガイアの真理信仰、今日はなんかね、なんだろうなんか言葉にならないけど、愛を伝えたいな、なんか愛していると伝えたいの、なんか愛してるよってなんかね、なんだろう言葉にならないけれど、ほんわかとあったかいものを、なんかこう泉のように湧き出ていく、こういうなんか流れをね感じています。ありがたいな、なんかありがとうございます。パッと開いたら、これ、あなたの密度は薄くなり、固定観念や義務に縛られなくなりますというね、このページ、アセンションのについてのね、お話、ガイアから、よしみさんにね、お伝えしますよ。アセンションは基本的に人類のアセンションというよりは、地球やその他の惑星のアセンションでもあります。次の進化への、体制を整え、次のオクターブ、ドレミファソラシドですよね、オクターブ。波動へのドアを開けるものです。現在の音の振動の幅、光の限界を超え、次のさらなる高い能力へと移行します。地球が行動、地球から見た太陽の軌道ですね。それに対してどう位置するかによって、地球のポジションも変わり、それによって地球は他の惑星と並ぶようになります。そしてその中の惑星がアセンションすれば、地球も一緒にアセンションします。これにより地球の両極性、北から南に走るポールもシフトします。はい、あなたがもう、あなた方もすでに知っ
ているように、地球の極は長い年月の中で絶え間なく変化してきました。そして現在北極もかつてとは違う位置にあります。地球が他の星との位置を整えていく間、このシフトはまだ続きます。そして行動自体も変化していきます。これは地球に他の星と違うアセンションをもたらします。地球に降りかかる変化はもちろん人類にも降りかかります。そういう意味で地球のアセンションは人類のアセンションにもなるわけです。これは別に人類を救済するものでもありませんし、また地球の卒業式でも先に偉大な旅が約束されているものでもありません。単純に次の波動へと移行する活動です。ですがそれによって新しい可能性、変化、知性、新しいやり方がもたらされます。また人間の遺伝子も含めて全てのものが新しいコードを受け取ります。このコードによって遺伝子が変化し、それにつれて人々の考え方なども変化します。今までとは違う生き方、違う人生がもたらされるでしょう。ということでね、変わってきますよ。常に宇宙は変化をしていくということですね。地球だけじゃなく他の、ね、惑星とも宇宙全体がアセンション、変化の時を迎えているということですね。はい、ポールシフトもね、起こるよなんていうお話ですよね。アセンションとはオクターブ次元の扉がね、開いて新しい、世界へとシフトすることですよというね、そういうお話でした。はい、よしみさんに向けてこちらのね、アセンション密度がね薄くなって、どんどんと、固定観念から自由になっていくよっていうね、そういうお話をさせていただきました。ありがとうございます。さて、次いきますね。よしみさん、どんどん固定観念を捨てて新しい軽いね、そういう波動にねシフトしていきましょうね。はい、自然とそうなりますから大丈夫です。さあ、ではパールさんいきましょう。パールさんにはハワイアンでいこう。アロハオエ、アロハオエ。ハワイアンカードからカロというのが出ましたよ。カロ、家族、友人、あなたが親しくしている人たちとのつながりを大切にしてくださいというね、メッセージです。ワンネスの世界を感じるのはやっぱりつながりを取り戻す、自分は誰なのか思い出す、みんなと一緒ですよっていうね、つながってますよっていう、そういう、カロというね、こちらのメッセージを読ませていただきます。では、カルさん聞いてくださいね。あなたに今求められているのはお花、家族を大切にすること。ハワイではお花とは血縁関係にとどまらず、家族のように縁のある人すべてを含みます。あなたが日頃からお花だと感じている新しい人たちに感謝の気持ちを伝えたり、食事に誘うなど積極的にコミュニケーションをとってください。そのつながりを大切にすることで、あなたはお花からより一層のサポートを受けられたり、あなたの方からも彼らに良い影響を与えることができるでしょう。今はあなたにとって誰がお花なのかを考えるチャンスでもあります。あなたを見守ってくれるお花の存在に気づくことは、あなたのこれからの未来を明るくしてくれるはずです。はい、このね、カロというのね、これはこれ里芋ですよね。あ、ごめんなさい、タロイモ、タロイモです。カロはハワイの人々にとって大切な主食だそうです。ハワイではこれが主食なんですね。お米と同じようにね、日本人のお米と同じ意味で、カロというのがハワイの人たちの主食だそうです。カロを蒸してすりつぶして発酵させたポイっていうのがあるんだって。かわいい名前ですね、ポイ。これはハワイの伝統的な食べ物なんですって。やはりね、食べることでつながってきますよね。同じ釜の飯を食うということで、家族はね、そうやって、食べるものを通してコミュニケーションを深めていきます。昨日も実はね、ピラミッドセンターで、そのクリスタルボールのね、3人の奏者と一緒に
またね、そこにコーストジュースを作っていた、もう一グループ、初めてお会いする方なんですけど、ご一緒しまして、ご一緒させていただき、そこにもね、なんとクリスタルボールを演奏される方がいらしたんですね。で、なんかシリウスというね、言葉でなんか盛り上がって、いきなりなんか初めてなのに、つながりをね、感じさせていただき、もう最後はもうバイバイっていう感じで両手でこう手を振ってくれて、なんかすごいね、家族のような温かいね感じを感じてきましたけどね。そうやってやっぱりね、一緒に食事を共にするっていうことは、つながりをね強くする、深くしていく、そういうねつながりを大切にするね、一つの出来事ですよね。一緒に美味しいものを食べるっていうこと、ぜひやってみてくださいね。当たり前のことですけども一人で食べるんではなくて、親しい人たちを誘って、一緒に、美味しい食卓を囲みながら楽しい会話をね楽しんでください。はい、やっぱね、今ねこの時代、一人になったらダメです。孤独に、ね、なっちゃうとね、それこそね、孤独を感じるからこそ自殺しちゃったりとかね、することが起きちゃいますので、宇宙と常につながってるっていうことをね、感じていれば、そんなね、必要もないのでね、いつもね、周りにね、サポートしてくれてる、こう、あったかい、なんかゆりかごのような、こう、ふわふわの、エネルギーに満ちた、こういう海に私たちは漂ってるわけですよ。つながってるんですね、本当はね。はい。そのことに気づいていただければと思います。はい、ヤシミさんありがとうございます。固定観念からの自由、違う生き方、人生にワクワクですということで、コメントありがとうございます。そうやってね、ハートをワクワクさせる生き方、いいですね。ハートのね、ハートチャクラの振動がより高まってくるということでね、そうするともっともっと自由になれる、自分が思っていた以上の存在であるということをどん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 とね、分かってきて、それを具現化していくことにつながっていきますのでね、ワクワクすることをどうぞ行動に移してください。はい、そういった意味で、あ、昨日の出会いは本当ワクワクの出会いでした。来週火曜日、12月3日だったかな、そのワクワクの結果としてねピラミッドセンターでやりますよ。来てくださいね。なんかそうやって想像をね、ワクワクすることをどんどんとやっていくこと、それが生き生きと生きていく秘訣なんですね。どんどん固定観念から自由になってください。はい、では次いきます。オアシスさんですね。ではオアシスさんにはまたハトホールからいっちゃおうかな。これかな、愛を増やすこと。このページが出て、こっち側を今度行きたいと思います。このページが出ました、ね、これをね、読ませていただきます。私たちの考え、これハトフルのね、集合意識体、私たちというのは、私たちの考えは何千年という歳月をかけてうまくいく方法を発展させてきた、その方法論に基づいています。その結果、もう1オクターブ上がることだけがアセンションの目的ではないと断言することができます。私たちの念頭にあるアセンションのゴールとは、日常をできうる限り豊かに精一杯生き、常に自分を愛と気づきという偉大な力に委ねて生きることに他なりません。存分に生き、日々のあらゆる場面で最も高次の可能性を生み出すように努めるなら、私たちの文化、種族、共同体、文明全体が高められます。私たちが現在の次元にとどまるかどうかは問題ではありません。なぜなら、無限の大宇宙を生きる私たちは全員いずれアセンションすることになるからです。新しい千年期にあたっての私たちのアドバイスは、予定表やら現在の現象やらにあまりとらわれないようにということです。どんな現象も自然に収束するものです。しかもそれらは大宇宙の中で、人類の思考や干渉には影響されない部分に属するものなのです。したがって、まずは
あなたが手掛けられることから変えていく方が、この場合はるかに有益であると思われます。そして、あなたが手掛けられることというのは、あなたが世界にもたらす愛を増やすことなのです。いいな、このメッセージ。愛を増やすこと。ね、自分のできる方法で愛を増やす。精一杯愛を込めて生きる。それがアセンション。ね、1オクターブ上がることだけがアセンションじゃないよということですね。その過程が大事。その過程において精一杯その今という一瞬をね、愛を込めて生きるということが、一番大切なことなんだというね、そういうメッセージですね。いいですね、ハトホールね、ありがとうございます。ということでね、大石さんに向けて素晴らしいメッセージを合わせていただきました。ありがとうございます。さあ次ですね、アパールさん、コメントありがとうございます。つながり、とても心に響きます。はい、心に響くということはハートチャクラが振動しているということですね。嬉しいです。私もすごい振動します。今日はなんかすごい、なんだろうな、すごいハートチャクラが来るなっていう感じですね。いい感じです。ありがとうございます。では次、シノンさん行きたいと思います。シノンさんにはどうしようかな日本の信託カードそろそろ行きたいと思いますいろいろね、バラエティに飛んでていいと思いますので、ね、次はこちらでいきますね。四つどもえのこちらの魂が4つで幸せっていう感じね。4つ合わせると幸せになるんだな、これが。はい、こちら、あー、またこれが出た。本当によく出ますね、クリスタル。宇宙が降りるストーンサークル、このね、感情列石ってやつですね。かごめかごめでもありますよね。これが男性性、これが女性性という感じでね、トーテムポールなんかもそうですし、すべてのエネルギー体、陰と陽の統合、これに象徴されてますね。宇宙が降りるストーンサークル、ここに宇宙の存在が降りてくるというね。こちらのメッセージを読んでいきたいと思います。では、お聞きください、シノンさん。宇宙とつながりなさい。メッセージを受け取りなさい。あなたが宇宙であり、宇宙はあなたです。目の奥を見つめるなら、きらめく無数の銀河が見えてきます。宇宙に響くのはたった一つのシンプルな音。いらないものをそぎ落とし、自分のうちにそのシンプルな音を響かせなさい。あなたは無限に広がっていくでしょう。英知の源はあなたです。なんかカーンっていう音がね、今ね、聞こえてきたような気がします。一つの音がカーンと響いてます。シンプルな音。やっぱね、宇宙とつながる。宇宙とつながるあなたのハートの中にある小さな宇宙は、大きな宇宙と実はこうつながってる、裏返しみたいな感じでね、つながってるんですよ。そして瞳の奥を見ると、鏡の瞑想とかで自分の瞳をこうじーっと見つめる、すると瞳の中に、映っている自分自身が、ね、見えてくると思うんですよ。でその中に映っているその自分の姿の目の中にもまたまた自分が入ってるわけで、入れ子状態でずっと入ってるわけです。そうやって瞳の奥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 際限なく無限なくこう自分自身がこう入っているね、それを見ていくとき、ああ宇宙とは自分自身なんだなってことがね、よく分かってくるんじゃないかなと思います。はい、いきますねテーマ全体性、みんなつながってる、宇宙からのメッセージ、英知の広がりです。日本の大地にも数多くのストーンサークル、感情列石っていうのね、日本語で、や巨石の遺跡、大きな石の、ね、遺跡が存在しています。太古の人々はストーンサークルを使い、工事の存在や地球外の存在たちと儀式を通して交流していました。ストーンサークルとはコミュニケーションの場所であり、
サークル同士は空間を越えてアンテナのように情報を交換していました。ストーンサークルは縁の精霊です。石と石が響き合い、完全性、全体性のエネルギーを生み出します。その波動は癒しを起こし、肉体と意識に統合とバランスをもたらします。さあ、ストーンサークルの精霊がもたらす無限の縁エネルギーとつながりましょう。あなたへ明確なメッセージが降りてきます。あなたの全体性、宇宙とつながるには儀式が有効です。自分でシンプルな手順を決め、同じ場所で同じ手順で瞑想するだけでも構いません。家の中に祭壇的な、あるいは小さな神殿のような空間を作りましょう。お香を焚き、守護霊にサポートをお願いしてください。例えば静かな場所で自分の周りに指先で円を描き、その中心に座ります。目を閉じてあなたの内側にある無数の星がきらめく宇宙を思い描きましょう。どんな音が聞こえますか？どんなメッセージが浮かぶでしょうか？心に浮かぶ言葉をキャッチしてください。また明晰夢の中で宇宙の友人たちとコンタクトがあるかもしれません。広い場所に出かけるチャンスがあるなら気持ちの良いところで大の字になってみましょう。あなたのハートが全宇宙の中心です。目覚めるようにストーンサークルはあなたに促しているのです。ノイズを手放し、あなた自身が奏でる宇宙でたった一つの純粋な音をただ感じてください。あーっていうね。あーだんだん高くなった。あーもっと高いと。なんかね、クジラの、海で歌っているああいうそういう周波数の高い音、海でね、子守歌を歌っているような、ね、感じなんですよね、純粋な音をそれぞれね、見つけて出してみてください、その音をただね、高い音じゃなくても構わないんですけども、自分の癒されるなと思う一つの音を見つけて、あーとね、ただただ出していく、その音に集中していく、そういうね、瞑想のやり方もあるんですよね。それによって自分が宇宙とつながっていく、そんな体験をねしてみてください。宇宙が降りるストーンサークル、ね、いろんなメッセージ、降りてきますよということでね、また UFO コンタクト、ET コンタクトやりますからね自分一人でなかなか難しい方は一緒にいらしていただければね、そうやってつながりますのでね、はい、ということでありがとうございました。オアシスさん、コメントありがとうございます。一瞬に愛を込めて生きるというカードのメッセージ、グッときました。あ、いいですね。グッときましたね。はい。今日の節目に思い出し過ごします。今日が楽しみです。ということで、あ、よかったです。嬉しいな。ありがとうございます。さて、次プリンさんですね。では、プリンさんに向けて、またまたハトホール一丁。なんか今日はね、ハトホールがね、すごいサポートしてくれてる気がします。ですので、皆さんにいろいろね、ハトホールのサポート受け取っていただきたいと思います。はい。自己のエネルギーをマスターするエクササイズ。これね、倍音、ハーモニクスが生じるようになる。無条件の愛。まあ、ここの話を、ここちょっと読みますね。プリンさん聞いてください。無条件の愛と、需要を感じる体験を繰り返し選択するに従い、感情体の中で頻繁に倍音、ハーモニクスが生じるようになります。それは非常に有益なことで、カーと肉体の両方を大いに強化するでしょう。プラーナね、カーと言ってますけど、プラーナと肉体の両方を大いに強化することでしょう。これはあなたが素早く意識の上昇螺旋に入るための基本的なプロセスです。ね、先ほど言いましたよね、音、高い音、倍音、
まあ、一つの音にあーって弾くようでも構わないんですけど、それの整数倍のね、倍数の、倍音というね、高い、聞こえないけれども耳としては感知できないけれども、その振動がね伝わってくる倍音が、素早くこの意識の上昇、これにね乗ってくる、その上昇螺旋に入るための、プロセスとしてね、基本的なプロセスですよっていうお話ですね。このためにはね、具体的にはどうするかというと、1日に1度だけでもいいので、短い時間で、愛と需要の感覚を呼び起こす。ね、自分がね、なんか愛しいなとか、愛してるな、ああ、いい感じ、このね、こうハートが震えるような、愛とはこういうものだなっていうね、その感覚をまず思い出すんです。ね、感覚を呼び起こす。それを数分の間保つというものです。できれば終日、その優しい感覚を断続的に思い出すようにすると、さらにこのプロセスを促すでしょう。そうした感覚を強めてください。すると感情体がそれに応じて振動します。プラーナ、カーも反応し、肉体がそれに続きます。まずは陰の部分ね、見えないけれども、その、プラーナの部分がね、動くということですよね。そして、それに反応して、それに肉体が続いていくという感じです。だからね、そうなんです。陰が陽にこう転じていくんですよね。影響していく、続いている、つながっているということですね。これは素晴らしく気持ちの良い体験であるばかりでなく、より高次元への螺旋へと移行する際に極めて重大な、整合性の高い感情を維持する能力を養うことにつながり、DNA の力にもなりますということですね。現状について言えば、人類は入手可能な遺伝情報の3分の1も利用していません。遺伝子レベルの記憶の事実上の単位、あるいは分子ゲートをコドンと言いますが、これ遺伝暗号の単位でコドンというのがあるんですね。大多数の人々が使っているのは使用可能なコドンの3分の1以下ですと言ってますね。3% という話もありますけどもね。したがって新たに DNA の鎖を加えるまでもなく、残りの3分の2という未使用の遺伝子の可能性があなたの手の届くところに存在しているのです。別に遺伝子を何本も増やさなくても、その遺伝子の中の使ってない部分のね、要素を使えばいいんだということですよね。その能力の中にテレパシーの能力ね、そういったものがあるということですね。それは消化体に潜んでいるんですけど、そこら辺を使わなくなっちゃったから忘れちゃってるってことですよね。ですのでそこを活性化しましょうね。クリスタルボール聞いてくださいね。はい。そして、あなたがより高次の上昇螺旋へ移行し始めると、能力と感受性を大幅に発達させる必要性が生じてきます。そうした暁には DNA がその必要に呼応する形で自発的にコドンを解放します。すると人は自己の遺伝的潜在能力のさらなる開花に気づくことになるでしょう。したがって私たちの見地から見た場合の最初のステップは、他の DNA の鎖に飛びつく前に、今あなた方の有する2本の DNA の鎖を完全に活性化することであると思われます。使ってないものを使いましょうということですね。そのためにはバランスよくね、左脳の論理的思考だけじゃなく直感の右脳、これをもっと使いましょうよということです。ね。はい。そのためにはどうしたらいいかって言ったらね、お手玉いいですよ。左手を一生懸命使うといいと思います。左手。ピアノもね、左手を一生懸命やる。そうすると、右脳が活性化していく。使えば使うほどね、良くなってくるんですよ。ローカル線と同じ。使わないとね、だんだん廃れてきちゃいますからね。足しげく。通ってエネルギーを流しましょう。はい、ということで、次行きたいと思います。コメントありがとうございます。七色ピッピさん、ピラミッド、ハトホル、ありがとうございました。節子さんがクジラの声出したら、うちのハムスターのイチゴちゃんがすごい反応して初めてな威嚇の声出してましたあら、踊れちゃった、ごめんなさいね終わったら寝ぼっけながらまた寝ましたってそうですか、なんか目覚めさせちゃったかな
やっぱりね、高い周波数のものにね、反応する。そういった動物たちの声とかね、鳥なんか特にそうですけど、歌ってると寄ってきます。やっぱり、ね、楽しい波動がね伝わるんでしょうね。楽しく歌いましょう。喜びの歌。フロイデシェネルゲテルフンケントクテラセリシウムビルメトレテンフォイエルトルンケンヒムリシェダイハイリトンDeine Zauber winde wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. ということで喜びの歌、ベートーベンはね、こうして聞こえない耳の中でもちゃんとね、宇宙の音を聞いていたと思います。その宇宙の音は喜びに満ちて、いたわけですね。はあ、いいな。フロイデ、喜び。ね、シェーネル・ゲットル・フンケン、美しい神の日と言ってます。はい、炎って美しいですよね。炎は、浄化を促し、濡れてたものをもう乾かしちゃう、軽くしちゃうし、いいですよね。その美しい炎をね、もたらしていきたいなと思います。はい、そしてシノンさん、宇宙は私、私は宇宙。私オリジナルの宇宙の音を、奏でてみます。声を出しながらの方がつながりやすいです。ありがとうございました。ということで、そうですね。はい、つながるのには、声、いいですよ。私もね、歌のレッスンの時にやってますけど、低い音から高い音まで、まんべんなくね、出していくんですよ。まあ、その時獣のような声になったりとかするので、ちょっと非日常的な、音を出したりとかねしますけども、やはり、つながり、伝わり、回り巡り、それがね大事ですよね。はい、それでは次、シャスタさんですね。はい、ではシャスタさんに向けて何にしようかな。またまたハトホルでいっちゃうかな。あ、でもハトホルね、ほんといいんですよ。ハトホルいきましょう。はい、ではシャスタさん、パッ、あ、銀河の核、これかな、こっちかな、この銀河の中心のことです。フォトンの影響とか書いてますね。フォトンベルトの話が載っていますが、これ、このページが出たんですね。これにどっちを取ろうかな。フォトンベルト。このバイオンの話もあるな。一番最初、このページの一番最初、源によって発せられたバイオン、ハーモニクスのインパルスがあります。これはサイクルを生成する性質を有し、その基本バイオンは様々な時系列に沿って特定の物事が動きやすいように、また特定の方向づけがなされるように指示しています。言うなれば、一連のハーモニクスの基本、ごめんなさい、気温ないし、基本波動のようなものです。私たちには創造のインパルスによって生み出された基本の波動があります。その基本波動の中にある各領域もそれぞれに固有の波動を発しています。そのように特定の現象を存在として生み出そうとしたり、存在を消そうとするようなハーモニクス、バイオンがあなたの中で幾重にも重なり、上下に限りなく無数のハーモニクスが存在するのです。フォトンベルトはそうしたハーモニクス、バイオンの一つです。フォトンベルトはさらなる大きな気づきを可能にする壮大な霊的チャンスになり得ます。フォトンベルトはチャンスへの扉に過ぎません。人はそれを利用してもしなくても良いのです。金星人にしてもそれを利用してもしなくても良いのですが、私たち全員が利用するであろうことは保証できます。これ大いに笑いながらって書いてるな。チャンスの扉とはすなわち高密度の光です。光の密度の高まりはすでに始まっています。もうその火蓋が切られていることは、感情のバランスを崩したり、理性を欠いて大いに甚大な被害を与え合う人たちが目につくことからもお分かりいただけると思います。しかしそれと同時に現在起こりつつある奇跡を、ニュース
奇跡をニュース報道で見ることはまずありません。それはあなた方のニュース番組のほとんどが歓喜や奉仕や意識の向上よりも悲劇や暴力や苦しみという部分を強調したエンターテインメントだからです。あなた方は自分たちを元気づけるような良い情報を見損なっているのです。世にも素晴らしい奇跡は実際に起こっています。個人レベルの癒しや病状の回復が起きているのです。こうしたことは世界中で発生しているにもかかわらず、メディアでは毎晩のニュース番組でそうした報道を聞くことはめったにありません。光の密度が増加する現象は、フォトンベルトの影響だけではなく、地球の物理学者も最近発見したように、銀河の核が高エネルギー粒子を放射しているということにも起因しています。物理学者たちはそうした粒子の増加を測定していますが、それらが高次の意識状態の種子であることは理解していません。それらはいわば宇宙からの贈り物であるという見方もできるのです。つまりあなた方の選択次第では、螺旋をもっと先まで伸ばせるようなエネルギーの贈り物が目の前に差し出されているということです。けれども、螺旋に沿って上昇することと、ピラミッド底面の4つの起点に注意を向けることを決意していなければ、実際そうした上昇を促すエネルギーは、精神に紊乱と不安定をもたらす原因となってしまいます。太陽系に住む私たちは、全員が間違いなくこのプロセスを通過しています。私たちが予測しうる限りでは、新しい千年期の最初の10年間くらい、あるいは2020年頃までの間に、そのプロセスはエネルギー的にピークに達するでしょう。フォトンや高エネルギー粒子は実際に私たちやあなた方の次元をはじめ、より高次の次元にも影響を与えています。あなた方の3次元のみならず、太陽系のすべての次元がその影響を受けているのです。ということでね、フォトンベルトっていうのはつまり倍音であるというね、ハーモニクス。音、振動、耳には聞こえないけれども、そういうね、音のような波動が、もう高次の波動になると光を超えていくわけですね。そういったもの。それが、ね、影響しているということですね。高次の意識状態の種であるということね。そういった、粒子が今増えているということですね。光の質が変わってきているのを感じますよね。単に地球温暖化というのではなく、太陽の光の質が変わってきているのを感じませんか？その中からね、慈愛に満ちた、その温かい光をね、受け取っていただければと思います。で、この光を受けてね、植物も成長しますし、人間もね、うつの人は特に朝午前中のね、太陽1時間浴びるだけで症状が良くなっていくそうですからね、ぜひ試してみてくださいね。はい、プリンさん、ありがとうございました。以前からハトホルの書の表紙が気になっていて、次に読もうかなと思っていました。わー、タイムリー、今回、節子さんから紹介されて、やっぱり表紙の絵に呼ばれたのかなって。はい、ハトホルは、まあ、私です。ある意味、うん。私の中にもね、ハトホルの一部が流れていると思います。とってもね、サポートが来ています。似てる？耳がね、大きいんですよね。まあ、こう見えない耳が。見えるといいなと思いますけどね。ぜひプリンさん読んでみてください。ハトホルの書、きっとね、助けになると思います。具体的にね、いろんなことが書かれてますのでね、いろんな気づきがあると思いますよ。はい、聖なる言葉どんどん紹介していきたいと思います。さあ、次ですね。次はチーロンさんですね。では、チーロンさんに今には日本の神様から行きましょう。では、チーロンさんをイメージして1枚引かせていただきます。イザナキの御事が出ました。では、こちらのメッセージ、読んでいきたいと思います。で、男性性の方ですね。イザナキ、イザナミと。
と何ページかな。ではチーロンさん聞いてください。あなたの考えていることに形を与えなさい。形はロゴス、言葉から生み出されるでしょう。言い切ることのパワーを覚えて、感謝の思いとともにそのことの葉を成就するのです。私がその言葉を聞き届けましょう。言霊の力ですね。テーマは形を与える、約束を果たす、感謝。神社は滋賀県の多賀大社、兵庫県、磯若神宮、島根県春江神社などに祀られています。イザナキの御事はイザナミの御事とともに国生みを行った後、さらに天照大神をはじめ35神もの山や風や海の神々を生んだ父なる神様です。イザナミの御事はエネルギーにイザナキの御事はエネルギーに実際の形を与え、日本である、大きな8つの島ですね、大屋島を作りました。男性も女性も今自分の内なる男性性につながり、エネルギーに形と構造を与える時です。あなたの中の曖昧だったものが今はっきりと形を取り始めています。イザナキの御事のメッセージは言い切ることのパワーです。みそぎの神でもあるイザナキの御事の助けを借りたいなら、まず不必要なものをそぎ落とし、意識をフォーカスしてください。そして一日を感謝とともに過ごしましょう。ありがとうという一言は声のお守りになるとイザナキの御事は言っています。それから口に出したことは守りましょう。今度何々するからと言ってそのままになっていることはありませんか。口に出して果たされなかった約束は事の葉の成就を妨げます。人との約束、自分との約束は必ず果たしましょう。口に出す一言一言があなたの未来を選ぶのですから。はい、言霊の歌もありますけども、やはりね、口から出た言葉、自分の口から出る言葉、美しい言葉をね、使っていきたいなと思います。特にね、言霊の中でもありがとうというね、言葉、これは一番ね、本当に波動の高い言葉だと思いますので、お守りになるぐらいのね、言葉です。言い切る力ね、この言い放ったそのことを実際に形にする、ね、何々をしようってね、イメージを持ったらそれを形にしていく、ぜひね、イザナキの御事のエネルギーをありがとうといただきながら、自分のイメージを具現化してください。はい、ということで、コメントありがとうございます。シャスタさん、慈愛に満ちた工事の光、あ、節子さんのことかな、フォトンベルトはチャンスの扉、ありがとうございましたというコメント、どうもありがとうございます。さて次はセントさんですね。ではセントさんに向けて、どれにしようかな。あ、今日は全然引いてないカードがありましたね。ギャラクティックルーツカードいきたいと思います。では、セントさんをイメージしながら1枚引かせていただきます。はい、新しいパラダイム6、こちらのメッセージをね、読んでいきたいと思います。アンドロメダから来ましたね。6、新しいパラダイム、どの文明にも特定の現実のパラダイムがあります。地球のパラダイムは二極性に関するものですが、アンドロメダのパラダイムは予期せぬ体験をしながら常に変化し続けるというものです。ルールがわからない未知の領域に入ったときは、内なるコンパスを使って舵取りをするしかありません。この内なるコンパスは誰の中にも存在しますが、使い方を知っている人はほとんどいません。このカードは
地球とあなた自身の生活に変化が起きそうなことを告げています。今から内なるコンパスを使って未知のパラダイムで舵取りする方法を身につけましょう。あなたの進化は痛みを伴わない、しかも楽しいものであっていいのです。はい、ワクワク楽しいことをハートにね、感じたら、その内なるコンパスに従っていきましょうということですね。新しいことどんどん始めてください。今までのね、やってきたことを続けることだけではなく、続けることの中にも新しいものを発見していくということが大切なんではないかなと思います。この大きな変化、シフト、で意識の変容がね、どんどん起こって、価値観がね、どんどん変わっていくということも起こってくると思いますが、いつでもハートの中に、答えを求めてください。外側に求めず、自分の内側がワクワクするかどうか、それがね、バロメーターだということですね。予期せぬ体験、起こりますよね、特に自分と、人と人との間でね、この人がこんなことを思ってたんだみたいなね、ことが起きたりするわけですよ。それに対してどう反応していくか、どう自分自身を変化させていくか、その自分の変化にね、コミットメントする、しっかりとその自分の変化を感じていくということね。舵取りの方法というのは本当に瞬間瞬間に、選んでいく作業ですよね。それがあんまりね、考えないで自然にこう流れていくようになっていくと、こうスムーズにね、波に乗った状態でワクワク楽しいことが起こってくるっていう風になってくると思います。ということで、ギャラクティックルーツカードね、6の新しいパラダイムというね、アンドラメダから、こちらのメッセージを読ませていただきました。ありがとうございます。セントさん、内なるコンパス、ありがとうございます。ということで、内なるコンパスって結局ハートチャクラのね、自分の思いだと思います。そうね、内なるコンパスに従っていきましょう。さて、ちょっと待ってね。ちょっとパウゼ。ちょうど10時10分。今、10ときました。さて、次はチョコリンコさんですね。はい、ありがとうございます。チョコリンコさんに向けては、まだ読んでないのはどれかな、お花かな。チョコリンコさんに、じゃあね、フラワーカード、アファメーションカードいきたいと思います。ではでは、フェスタフラワーがいつも一番上に来るな。フィエスタフラワー、こちらのね、お祭りのお花、このメッセージを読んでいきたいと思います。チョコリンコさん、聞いてください。私は私の内にあるしなやかで柔軟な精霊の英知を探し求める。私の霊性は多くを受け入れ強く成長する。英知が私の探求と開いたハートの中で花を咲かせる。私こそこの超越した永遠に開き続ける真実なる精霊である。そう、あなたは肉体ではなく魂である、聖なる霊である、スピリチュアルな存在であるということですよね。で、永遠に開き続ける花である、枯れない花なんだということですね。先ほどのね、ピラミッドの頂点、永遠に上昇し続ける、ね、咲き続ける花、みんなね、つながってると思います。で、この探求と開いたハートの中で花を引かせる、
咲かせるということですね。英知がね、このいろんなね、まあ探求ですね、出会っていく、起こっていく出来事、出会いによって引き起こされる出来事がありますよね。そういった中で、本当の、まあ、お花の部分のワクワクの自分、それをどんどんとこう見つけていく過程ですよね。ハートがワクワクする、そういう中で自分のお花の香りをね、漂わせる、咲き続けるってことはそういうことだと思います。ご自分の香りをね、常に漂わせてください。咲き続けてください。そして成長、多くを受け入れ、ね、自分とは違うんじゃないかなと思ってたようなエネルギーもそこで遭遇したということが、新しく、自分じゃないと思ってたものは本当は自分だったと気づくチャンスがまたまた訪れている、さらなる成長のためのね、出会いであったりするわけですね。それを受け入れて、またまたさらに花を咲かし続けましょう。私たちはスピリチュアルな存在です。はい、ということで、フィエスタフラワー、常にお祭りである花を咲かせていこう。そこでね、というメッセージを読ませていただきました。ありがとうございます、チョコリンコさん。では、次はミノリッチさんですね。ではでは、またなんかどうしてもハトホルに行っちゃうんだな。今日はなんかハトホルの日って感じですね。聖なる言葉、ハトホルの言葉を伝えたいと思います。ではミノリッチさんにパラパラで、これだ、こちらのねページが出ましたので、先ほどのプラーナのね図も出てますけども、天と地のエネルギーがプラーナ管を通ってハートチャクラに入る流れと、ハートが花びらのように開く様子、それがここにね絵となって示されているわけです。ハートチャクラにね花を咲かせる、先ほどからのね、カードと全部つながっていってますけどね。はい、ハートチャクラをね回転させるわけで、花を咲かせ続けるわけですね。感覚は極めて明瞭なバロメーターとなり、感情はとても明確なフィードバックとなります。つまりあなたが本当は何を体験し、その体験を自身にどう伝えているのかについて告げています。あなたが素直さと受容の心で自分の感覚を体験するなら、より深い感覚があなたのうちにさらなる気づきをもたらすでしょう。わかりやすく言えば、あなたの内側を流れる感情や感覚のエネルギーは、変容の炎のための燃料なのです。自らの感覚、感情を開くことへの恐れは、実際のエネルギーの流れに関与します。精妙なエネルギー書体が開き始めると、現実に物理的な感覚刺激が肉体内を流れ出すのです。これは本人が気づいていなければ警告になり得ます。なぜなら何かしら根本を揺さぶられるような重大なことが起きているのか分かり、感じられるからです。その人が自分の人格やリアリティについてどんな判断を下しているのか、あるいはリアリティのどこに存在しているかによっては、開くという行為は実に恐ろしいことかもしれません。しかしそれでもなお、自分という存在のより壮大な空間、より大いなる気づき、より大きな自由や可変性や流動性の感覚に自分を開くことは、あなたの生まれながらの権利です。この霊的生徳権に向けて、あなたの精妙なエネルギー所体は進化しているのです。あなたはただそのプロセスの進行を自らに許せばいいのです。そう、開くことの恐れは複雑に絡み合った多くのレベルから来ています。その複雑さを論じることに本一冊をまるまる費やすこともできるほどです。しかし私たちは個々の状況の多様な複雑さについて論じるよりは、この分かち合いが実用的である方を望みます。ですから、あなたの自由と気づきの広がりを拒む感情的な、障壁を取り外す手立てをお伝えすることに集中したいと思います。
ハートチャクラを開き、あなたの感覚をずっと深く体験していくためのごくシンプルなエクササイズ。これは、まあ、プラーナ感、自分の意識をね、プラーナ感に持っていって、先ほどね、最初に私が、エクササイズ少しやりましたよね。プラーナ感に息を吸い込み、ね、ハートに持っていく。そして息を止める。そしてプラーナが体内を流れるままに、息を吐いていく。これをね、1、2分続けて、あなたの意識を胸の真ん中にある大いなる変性器、中心太陽であるハートチャクラ、ここに移していく。ね、そしてこのハート、意識をハートチャクラに留めたまんま、地と天の両方から、地と天だね、の両方からプラーナを吸い込み、やりましたね、さっきね。呼気と同時にハートチャクラを通して、循環させていきます。ね、風車のように、と出していくわね。全く、先ほどやった通りのことをすること、実際にはね、それが大事ですよ、ということですね。こうやって、ハートチャクラを開いていくことができる。物理的にね、プラーナでハートチャクラを開いていきましょう、ということです。はい、次はみのりっちさんの次はスメラさんですね。はい、ではスメラさんに向けて、今度は日本の信託カードいきたいと思います。ではスメラさんをイメージしながら1枚引かせていただきますね。龍神が出ました。読もう。いろいろ感じるところはあるんですが、龍神様ね、最近ね、天はあちこち飛び交ってらっしゃいますよね。龍神がね、本当にこの地球の尾根を揺らして、そして今7つの火山が爆発しているのかな。変容の時を迎えていますね、地球はね。では、龍神のメッセージを聞いてください。私は天地をつなぐもの。私は純粋な混じり気のないエネルギー。川のごとく、水のごとく、エネルギーは大地を流れる。だからこそ私はどのような形にもなりうるのだ。私の進む道は龍の龍の道。私は引き寄せ、破壊し、作り出す。そのパワーを信頼せよ。私はあなたの中に住む。高い振動数でね、振動していくと引き寄せ、この龍神様を引き寄せる。そして破壊が起こる。古いものが壊されて、そして創造、作り出すということがね、起きてくるわけです。テーマは現実化、言霊、大きな夢を見る、栄光。場所は長野県、九頭龍、戸隠神社ですね。九頭龍神社、神奈川県にもあります。京都府にも九頭龍神社、大社、九頭龍大社があるそうです。栄光の龍神のエネルギーがあなたに降りてきました。あなたにこれから現実化へのサイクルが始まります。龍神はこの大地の気脈を司っている純粋な生命エネルギーそのものです。そして信じがたいくらいの力を備えています。あなたが望むものはあなたに引き寄せられてくるでしょう。心から望むもの、言霊に乗せて指令を発すれば、それを手に入れることができます。私たちが生来持ち合わせているパワーを龍神が応援してくれるのです。人と人とのつながりが形成されたり、望む状況が整ったり、欲しいと思っていたものをプレゼントされたりなど、努力することなく現実化が容易になってきます。ただこのエネルギーは潜在意識にあるものをそのまま現実に下ろしてくることを理解してください。欲しいものを得るだけの価値が自分にないと思っているなら、そちらの方が現実化してしまいます。龍神のエネルギーは本当にダイナミックなのです。壊したい古いパターンがあるなら、龍神にお願いして解放を手伝ってもらいましょう。
このカードを引いた人は、口にする言葉に気をつけてください。言霊は霊力を備えています。会話を滑らかに選ぶためだけの表面的な言葉や、自己卑下は望む現実を遠ざけます。一言一言の重みを理解して、真実の言葉、思いやりに満ちた言葉を口にしましょう。否定的な言葉や悪口、噂話や批判の言霊は使わないでください。言霊を発する場所、喉を開くといいでしょう。実際に声を出して、自分の核に響く声、音を見つけてください。そして淀みのない、フォーカスした声を出すのです。まずは木で遊んでみましょう。両手の手のひらの間に木のボールを作ってください。そのボールの中に願いを込めて、天に投げながら、望みを声にして発します。気を感じる太極拳や気功を始めるのも良いでしょう。今こそ大きな夢を見る時です。はい、言霊のパワーね、ぜひ感じてください。はっていうね、お腹から来る言葉ですね。これは現実化をね、促しますからね。はっという感じね。横隔膜をしっかりと下に下ろして、お腹と連動して、腹から声を出す。はっという感じね。そしてそこに、願望、自分のハートのイメージを乗せていく。世界が平和でありますように、自分の中が平和になっていく。世界も平和になっていく。それを願ってください。ということで、日本の信託カード、龍神のね、メッセージを読ませていただきました。ありがとうございます。ではでは、次、にいじさんいきましょうね。にいじさんに向けて、またまた、ハトホル、いきたいと思います。コメントありがとうございます。シャッサーさん、小笠原の新島にワクワクしています。あ、神道。新島じゃなかった。失礼しました。そうそう、新しい島ができてきてますね。まさに誕生ですね。地球がね、今本当に活発に変容の時を迎えています。新しい島が生まれてるってことですよね。赤ちゃん誕生おめでとうっていう感じですよね。このね、エネルギーのラインは富士山につながっているようですのでね。これからドカーンと来たらまたまたあちこちでね変容が加速されていくと思いますが、そんな時でもおろおろせず、しっかりとグランディングして、先ほどのねプラーナ感に戻ってハートのチャクラですね、それを開いて、しっかりと大地に根を下ろしていけばおろおろせずに大丈夫ですよってね、ワクワクしますね。はい。じゃあ先行きますね。にいじさんに向けて、ハトホルの書また行っちゃおうかな。運命を変えるっていうのが今ピョッと出ちゃった。運命。皆さん運命について、いろんなね。考え方がありますけど、運命はもう変わらないという、運命だからそれが運命というものだ、いやいや運命は変えられるんだというね、それが進化だ成長だとね、いろんな意見があると思いますけど、このハトホルは何と言っているのか、運命を変えるというね第11章のところ今開きましたので、これを紹介させていただきたいと思います。ニュージーさん聞いてください。運命については大きな誤解が存在していますので、本章ではこの問題を論じてみたいと思います。人の運命は決まっているわけではありません。運命とはあらかじめ全面的に決定されているようなものでは決してないのです。運命には天職などといったその人に割り当てられた原型的な要素もありますが、それさえ永久に固定されているわけではありません。宿命や運命という側面は見込みや降参に過ぎず、変わりうるものです。
あなたの命を上昇、すなわちアセンション、あるいは下降、すなわち退化の螺旋に置き換えてみますと、命はあなたのエネルギーの振動を増幅し加速させるか、低下させ減速させるかのどちらかであることがわかります。意識も上下し、前にもお話した通り、シーソーのように揺れるものです。人は体験を通して、極めて高次の気づきや自己統御のレベルへとよどみなく上昇することもできますし、気づきの少ないレベルへと螺旋を下降していくこともできます。運命やそれを変えることの問題は、気づきと選択と波動にかかっています。選択の自由が自分にあることを自覚するだけの気づきに達していなければなりません。本書で紹介したエクササイズを練習していけば、気づきが高まるのが分かり、すべてはあなたに選択権があることを強烈に悟るようになるでしょう。人生において自分は単なる駒でも被害者でもなく、自分に選択の自由があることを実感できるところまで気づきが高まると、未来は自由になり、開かれて柔軟に変わりうるものとなります。こうした認識の変化が、いわば運命を変える鍵となります。人生の見えるところで展開しているパターンが、意識内の過去のパターンの表出であることを受け入れれば、自由はもうあなたの手の届くところにあります。そうしたパターンは、あなた自身や両親、家族、先生、仲間や同じ共同体に暮らす多くの人々によって植え付けられた信念が実を結んだものです。中には固くこびりついてしまったかに見える信念もありますが、それさえ変えることができます。あなたの内側にある信念を変化させられるのはあなたしかいません。人は状況が困難だと見て取ると、思い通りにいかないことで自分を憐れんでしまう傾向があります。私たちの見地からすると、それは絶好のチャンスを無駄にしていることになります。もし何かが思い通りにいかなくて、強い感情反応を体験したのなら、その満足のいかない気持ちを建設的なパワーにすることができるからです。そこであなたにできるのは、実際に起きている事件や出来事に十分な気づきを持つこと。それに対する自分の感情反応に気づくこと。そして、その件に関する選択の自由は自分にあると思い出すことです。あなたが外的状況を変えることができてもできなくても、それに対する内的反応を変えることは必ずできます。あなたの内的反応を変えることで、軸足を乗せるポイントができます。するとそこを起点に運命が展開し始め、変化をしていくのです。ということでね、この運命は変えられる。自分の選択の自由だということですね。はい。誤解が解けましたね。はい。意識は高まりも低まりも自由に体験できるということですね。はい。変化を楽しんでいきましょう。さあ、次はまほろばさんですね。その前に、セント、あ、セントさん、オロオロセント、ワクワクセント面白いですね、セントさん、宇宙はダジャレが大好きつながってますね、セントさん、クラトダンスさん、あ、おはようございます。間に合いましたら私もカードお願いいたします。はい、わかりました。映画の話ですが、かぐや姫を迎えに仏様や天女たちが雲に乗って降りてきました。その時とても明るいラテンのような音楽を演奏しながらやってきたのはちょっと予想外でした。あ、ラテン音楽でお迎えだったんですね。へー、まあ、かぐや姫早く見に行きたくなりましたね。うんうん、まあ、迎えに来るのは仏様天女様たちがやってくるわけですね。まあ、人が死んだ時と同じかもしれないですね。まあ、仏様、あ、そっか、そうじゃないんだ、人が死んだ時はもっと本当は仏様や天女様なんだけども、身近な人々の体容姿をね借りて降りてきたりするわけですよね。亡くなったおじいちゃんおばあちゃんだったりするわけですよね。はい、その時に音楽を伴って、最近はそういうね明るい感じのお迎えなのかもしれませんね。いいですね。はい、あのリズムいいですね。チャッチャカ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 、
一定のねこのリズム、太鼓とかね、それから、まあ、ディジュリドゥみたいなね、深い音ですね、第一チャクラ刺激するようなああいう音っていうのは、いいですよね。すごいテンポがね、軽快なテンポで本当にこう体が軽くなって飛んでいくような、そういう音楽ですね。音っていうのはそういったね、人を軽くするような、人の気持ちを軽くして、楽しく楽しく、振動数の高いところに導いてくれますね。ありがたいな。ということで、次行こう。にじさん、ありがとうございました。自由を楽しみますということで、自由いいですね。本当の自由ね、味わっていただきたいと思います。では、次はまほろばさんね。まほろばさんに、ではハワイアンカードいきたいと思います。ではまほろばさんをイメージしながら1枚引かせていただきます。はい、カメハメハが出ました。カメハメハ、カメハメハ、カメハ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 。あなたはたくさんのマナーに満ちています。皆さん、みんなにも分け与えてください。こちらのカメハメハのメッセージ、ハワイではみんながカメハメハさんって言ったりする時代があったそうですね。同じ名字なのね、みんな家族だっていうことですよね。カメハメハあった、マナとはスピリチュアルなエネルギーのこと。ハワイの人々はこの世に存在するすべてのものにマナが宿っていると信じています。これまあプラナと同じですよね。生命の源。あなたは今たくさんのマナを持っていますから、心も体も良い状態で何をやってもうまくいくときです。やろうと思っていたことにはどんどん取り組んでみてください。スムーズな展開が期待できます。またあなたのマナを周りの人たちにも分けてあげてください。この方法は簡単です。簡単です。励ましの言葉をかけたり、困っていることがあったら助けてあげるなど、積極的に手を差し伸べてあげるのです。そうすれば周りからのあなたへの信頼度は上がり、あなたの人生をサポートしてくれるファンが増えるでしょう。ということで、手助けいっぱいしてください。ということですね。あなたは愛に満ちているから、どん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 人に与えてください、ね、でどんどん与えることによって出せば入ってくる、その循環がどん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 良くなってきます。何をやってもうまくいく、そんな状態、愛をねみんながうまくいくように分け与えてください。はい、ということで、カメハメハのメッセージ、読ませていただきました。カメハメハ、カメハメハ、カメカメカメハメハ、あれハメハメハかハワイ諸島を初めて統一した偉大な王様の名前ね、カメハメハです。ハワイ島のね、小原地区に生まれたカメハメハは身長2メートル近くあったんですって。並外れたパワーを持つカリスマ的存在だったと言われているそうですよ。はい、では次行きましょう。次まゆさんですね。はい、ではまゆさんに向けてカードを引いていきたいと思います。うん、ではギャラクティックいきましょうね。まゆさんには宇宙からのメッセージを受け取りたいと思います。はい、12男性原理というのが出ましたね。こちらはどんなメッセージでしょうか。まゆさんに向けて12のメッセージを読んでいきたいと思います。男性原理、
古代のことざ文明は男性原理を反映するものとして伝えられています。文明の成長とともに、ことざの人々は銀河に進出し、惑星に植民したり、時には戦争に従事したりして、種の存続のための道を模索していきました。彼らは社会の作り手であり、守護者であり、建築家でした。誰の中にも男性原理と女性原理が存在しますが、大切なのはこの両者のバランスを保つことです。このカードはあなたの内なる男性エネルギーに取り組みなさいと言っています。それが伝えようとしていることに耳を傾け、心から受け入れましょう。そうすれば、古代のことざ時代からの古いカルマ的パターンが癒されるでしょう。形にすることですね。先ほどね、イザナキの御事が出ましたよね。今日はそうやって、実際に、声に出したりすることによって現実化する力、男性的なね、この現実界に変化として物理的な、結果を与える、そういったね、流れが来ているように思います。男性原理をね、反映している。女性性の時代なんだけども、女性性、すべてを受け入れた上で、その上に、構築していく。それは、イメージはね、男性性のままのものではなく、女性性を通過して統合したものを現実化するのは、一応男性の力というね。男女男という感じで、男女男女で永遠にね、こうやって、エネルギーはつながって循環していくわけですね。今どんどんね、この男性原理、女性性の中で構築していく、現実的な新しいルール作り、これがね、必要な時期に来てると思います。そうね、秘密保護法なんていうのがね、今できつつありますが、そこら辺もね、正念場ですよね。で、まだせめぎ合いをしていますが、多くの方の中に女性性を、それもね、そういった変化の中の過程として、そのちょうど反対側と思われるよね。それを受け入れることによって、それを壊して新しいものができてくるというね、それの過程を味わっている状態なんではないかなというふうに感じています。ということでね、この男性原理、こちらのね、メッセージ、読ませていただきました。まゆさん、ありがとうございます。さあ、では次いきますね。次はマルさんですね。マルさん、はい。では、マルさんに向けて、サンドイッチ、またハト掘りいっちゃおうかな。ハト掘りね、今日はハト掘りできますでは、自分の感覚に気づくという訓練は、どういった感情から始めるのがベストなのでしょうか。肯定的なものでしょうか、あるいはもっと激しいものからでしょうか、という、ね、質問に対する答え、ハトフルのね、聖なる言葉聞いてください。できれば肯定的、否定的とされるものの両方を含め、たくさんの感情を実際に体験してみることをお勧めします。それによって、否定的感情や肯定的感情がそれぞれにどこで脈打ち、どのように感じられるかがわかるからです。まもなくお伝えするこのプロセスの次の段階では、肯定的で整合性のある感覚を扱います。最初のステップは、感情反応の語彙があることに気づくというものです。そうした語彙は音声言語ではなく、あなたがそれに気づいた時点で脈動やリズムや部位という言語によって示されます。その脈動に意識を集中することにより、それらが伝えてくる楽しく目覚めた生活をするための助けとなる情報を
現実に受け取ることができるのです。このね、脈動、いろんな、感覚、自分の中にあることに出会って、悲しみであったり恐れであったり喜びであったりね、ワクワクとした感じ、脈動を感じますよね。特にハートでね、感じると思うんですよ。で、悲しくなるのもやっぱハートですよね。なんか心が痛いっていう感じになることもありますよね。それもすべていろいろ感じた上でどれを選択するかということですよね。いろんな波動があるということに気づいて、まずはそれがね、第一条件になりますよね。で、そうなった時に、呼吸とともにそれをね、溶かして、その脈動を落ち着かせることもできるんですね。どういうふうに選択していくか、どうやって生きるか、息をするかによってその感覚のね、感じ方の取捨選択ができるようになってくると思いますよ。現実にそれを体験するために私たちは生まれてきているから、全部体験して、そして最終的にはそれをどういうふうにエネルギーを流すか、感情はね、やっぱりエネルギーなんですね。エネルギーが波だったものをこう川の流れにね、こう浄化の川の流れに戻すような形でプラーナ感にこう引き戻して、はーってこう流していく。そうするとまたまた、ニュートラルな状態にね、自分が戻っていくと思います。はい。で、また新しい体験ができるのね。そうやって、感覚を楽しんでいきましょう。ハトフルの書からね、読ませていただきました。ありがとうございます。アッコさん、はじめまして。初めて参加します。カードまだいけますか？はい、まだ大丈夫だと思います。ぼちぼちやっていきますよ。マホロバさん、ありがとうございます。昔のアニメドラゴンボールを思い出しました。カメハメハーとエネルギーを周りに放出するんです。これですね、カメハメハー。大魔の歌さっきやりましたけど、あれはこう全体にこうやってますけど、まあ、こういう感じでカーッと焦点はね、こう当ててハーッてやるのもいいですね。これも取り入れてみようかな。カメハメハーっていう感じね。はい。さて、次はどなたかな。まるさんの次はまゆこさんですね。はい。では、まゆこさんに向けて、弾いていきたいと思います。ちょっとその前にエネルギー補給。はい。それではまゆこさんに向けて、これだな、未反応信託カードいきたいと思います。では舞子さん、イメージしながら1枚引かせていただきます。はい、こちらが出ました。弁財天、歌ったり踊ったり、演奏したり、創造の女神様が降りてきましたよ。弁天様ね、弁財天、18ページ。さあ、ではこちらのメッセージ読んでいきますね。私はあなたをあなた自身の究極の美しさとつなぎましょう。創造性は純粋なエネルギー、美そのものです。あなたを源とする創造のパワーは水のごとく豊かにあふれ、流れ広がって命や大地を潤します。それは人と人と、自然と物を結んでつなぎ、縁という美しく豊かな織物を紡ぐのです。縁を大切に、縁を信じなさい、豊かさがやってきます。テーマは、
財運や創造性、永遠の美。場所は宮島、これ広島ですね。あとは神奈川県藤沢市の縁の島ですね。はい、その他、豊かさのエネルギーが今あなたの扉をノックしています。精神的な豊かさ、物質的な豊かさについて今一度思いを巡らせてください。あなたは神様の分け御霊です。分け御霊であるあなたが真心から求めるなら、豊かさはあなたのもとへと流れてくるでしょう。弁天様はあなたの無限の創造性の扉を開きます。弁天様どうぞいらしてくださいと、あなたのもとへ招いてください。そして心を静めて感じてみましょう。あなた自身の純粋な本質そのものを、それは喜びや感謝のエネルギーに最も近い波長です。その純粋なエネルギーこそあなたの究極の美しさであり永遠です。そのエネルギーをこの世界へ解き放ってください。それは必ずあなたの心の底から望むものを伴ってあなたのもとへと帰ってくることでしょう。心を豊かにする人間関係や望む仕事へとつながる出会い、実際のものへと形を変えて帰ってくるのです。財運は財やお金に抵抗のない豊かさが大好きな人のところへと流れてきます。お金の流れが滞っているならば、お金というエネルギーを自分が本当はどう捉えているかを見直しましょう。お金はスピリチュアルなエネルギーです。それをどう使うのかが問題です。このカードを手にした人は、今創造性のエネルギーが表現を従っていることを知りましょう。どんな形でも構いません。クリエイティブなことをやってみましょう。家事も創造性を発揮する素晴らしい分野です。技芸に磨きをかけるのも弁天様のエネルギーとつながる良い方法です。近々弁天様にお参りしてください。銭洗い水があれば、ね、お金を洗うときにザラザラザラメルザンザラザン、ザラザラザラメルザンザラザン、ザラザラザラメルザンザラザンとマントラを唱えると財運をぐっと引き寄せることができます。お参りをしたら弁天様ご自身がますます栄えるようにとお祈りを忘れずに、またあなたにとって豊かさを思い出させるお香、香りを選び、その香りを思い切り楽しみながら、すでに財を手にしている自分を思い描いてください。ということでね、豊かさの象徴、美の象徴、そして金運、財運ですね、それがすべてやってくるという弁財天のエネルギーが降りてきました。いいですね、弁財天様。はい、縁のエネルギーですね。みんなとつながっている縁を大事に大切につないでいきましょう。それが豊かさを引き寄せる、美しさを引き寄せるコツですということですね。日本の信託カード弁財天のカードを読ませていただきました。ありがとうございました。さて、次いきますね。あ、マルさんありがとうございました。今までよりハートで感じることを意識しながら、いろいろな感情体験をしていきたいと思います、というコメントですね。ありがとうございます。はい、悲しみも喜びもいろいろと豊かに感じていきましょうね。さあ、まゆこさんの次はミカエルさんですね。ではミカエルさんに何にしようかな。またまたハトホルに戻っていいですか。今日はミカエルさんハトホルついてるんですよ私。ハトホルからまたまたパラパラでいきたいと思います。はい、これが出ました。このページをね読んでいきたいと思います。これの質問があるんですね。感情の話にね、やっぱりこれだな。感覚がどういうもので成り立っているのか、感情とは何かという点で数々の著書において混乱が見られます。それで私自身きちんと理解できるかどうか、できているかどうか確認したいのですが、あなた方、これハトホルね、ハトホルの集合意識の言われるのは、感覚とは中立的で感覚体験で、それがひとたび判断の対象となったり思考の影響を受けた時点で別の性質を帯び
それが感情と呼ばれるものになるということでしょうか、というね、こういう質問に対する答え、そうですって起きてます。ある意味でそれは意味論的な相違にすぎませんが、別の観点でこの違いは私たちにとって重要な意味を持ちます。例えば感じるという性質ゆえに、ある人物に対して感覚的な反応が起こった時に、あなたは、ああ自分はあの人がとても好きだとか、あの人を尊敬する、あの人に深く共感するなどと考えるかもしれません。これはあなたが最初に非言語的なエネルギー体験として感じたものを思考や言語を使って識別したということです。このようなラベル付け作業、すなわちあなたが自分の感じていることを言葉で表現できるという事実は、必ずメンタル体で起きる現象なのです。メンタル体はそのエネルギーを映し出し、言語を用いてそれにラベルを貼ります。それであなたは自分が体験したものが何なのかを確認できるのです。幼い子供ではまだメンタル体が十分に活性化しておらず、活性化は大抵7歳以降くらいに起こるそうです。特に言語能力を獲得する以前には、あらゆる感覚が自分という存在の中を駆け巡るのを感じていても、それが何なのかを言語的視点から知る術を持ちません。さらに子どもは教え込まない限り、それらに良い悪いのラベルを貼って判断を下すこともありません。感覚は子どもにとってただ体験の一部なのです。したがって私たちがお伝えしたいのは、感情体を通るエネルギーの動きは肯定的なものだということです。なぜならそれはあなたが日常生活でイニシエーションを通過する方法に他ならないからです。ある状況に対する感覚的な反応を良い、悪い、不愉快、困難などとラベルを貼って決めつけてしまう人類の障壁は、決して人類に役立つものではありません。それどころか人はしばしば不快さを感じることを拒絶するようになってしまいます。感情パターンをラベル付けして識別するプロセス自体がいけないというのではありません。しかしその結果、あなたはそこに釘付けにされ、感情の体験を通り抜けてその先へと進むことができなくなります。それはエネルギー体の流れをせき止めて凍結させてしまうことであり、進化に逆行することなのです。ということでね、エネルギー体は常に流れていた方がいいわけですよね。で、それに判断をしてしまうと、そこで、エネルギーが止まってしまう、固まってしまう、ね、そうするとその先に進むことができなくなってしまうというね、そんなお話ですね。だから不愉快だなと思っちゃったら、そこでエネルギーが止まっちゃう。だからその感情を、感覚をプラーナ感に戻しまして、流れに任せてニュートラルに生きるということをするわけですよね。常にエネルギーは、流れている状態にしていくといいと思います。はい、子供のような、ね、善悪を、判断もしない、ただただ体験して流れていくということをね、やっていくということですね。そういう仕組みなんですね。はい、わかりやすいですよね。はい、ハトホルの書からね、この感情、感覚、感じるということに対してどういうことがエネルギー体で起こっているのか、説明をね、しているところを読ませていただきました。ありがとうございます。舞子さん、節子さん、ありがとうございます。突然ですが、最近クリエイティブなこと、和裁をしようと思ってました。あら、素敵ですね。それに日曜日に広島のお友達ができたばかり、近々宮島にお参りさせていただきます。いつもタイムリーなカード、感謝感謝感謝、節子さんいつもありがとうという、コメント、舞子さんありがとうございます。私も嬉しいです。そうやってね、私の、エネルギー介在して皆さんにお伝えすることで、そうやって愛がね、循環するということがとってもとっても嬉しいです。私も感謝、本当にタイムリーですね。本当にカードってタイムリーに出てきますよね。そうやってシンクロが重なっていく、クリエイティブなことがどんどんと行われていく、
楽しいですね。はい、では次ピーママさん、のカードリーディングいきたいと思います。ピーママさんにはガイアの教えからいきたいと思います。もう11時になるな。8時から9、10、11、3時間で放送って終わりになっちゃうんだよね、録画がね。じゃあ急いでいきたいと思います。2つに分かれちゃうのかな、途中になっちゃうかもしれない。どうしようかな、もうちょっと、あと3分あるから大丈夫かな。はい、ピーママさんいきますね。5次元の方へ移行したい場合、どんな思いや生活をしているといいですかという質問に対して、ガイアはどう答えているか、ここら辺をね、読ませていただきます。基本的にはあるがままの状態でいることで十分です。あ、楽でいいですよね。人間は実際のところ完璧な存在で、人間という種はとても特別な存在なのです。ただ人間はどうもこれを認めるのに難しさを感じているようです。人は自分が特別な存在として見てもらうことを望んだり、自分には特別な人生の目的があるのだと思いたがったりします。または天命やミッションを自分は持っているのだとか、特別な才能が自分にはあると思いたい気持ちもあるでしょう。しかし人間全体がそもそもとてもユニークで特別な存在であることに気がついていません。もしあなたが人間としての自分たちの美しさ、完璧さ、そして欠けたところのない完全さを見ることができたら、その意識がこの5次元への移行のプロセスを早め、また真の助けとなります。とはいえ、これは単にガイダンスであって、しなければいけないということではありません。それができない人は次の波動、または次のレベルへ移行できないということでもありません。まず目と心を大きく開くこと、それによってまだ自分が知らない多くがあると信じてください。自分の目と鼻の先にあることでも見えていないものがまだまだたくさんあります。どんなに優れた学者でも理解できないこと、分かっていないこと、見えていないことがたくさんあるのです。純粋で無邪気な気持ちのまま、まだ見えていないこと、未知の世界、新しい考え、新しいあり方へ導かれることを怖がらずに受け入れてください。そして勇気を持って他の人々もこの新しい道へ誘い入れ、一緒に歩んでいくことが今とても重要です、ということですね。はい、5次元に移行する、今のまんまで OK っていいですよね。今のまんま喜んでいられれば、そして自分はまだまだ、知らないことがいっぱいある、感じてないこといっぱいある、分かってないこといっぱいある、だから無邪気にそれをね、感じて喜んでいけばいいということですね。はい、ガイアからね、読ませていただきました。ありがとうございます。まゆさん、ありがとうございました。男性原理、古い感情を手放して新しいルール作りですね。物理的に、形にする、声に出す、意識してやってみます。新しいルール作り、なんだか楽しそう、というコメントね、まゆさんからありがとうございます。新しい、ルール作りをしていきましょうね。ということで、ちょうど11時になりました。一度ね、ここで録画がね、途中になってしまうと思いますので、一旦切って、その先ね、行きたいと思いますので、少々お待ちくださいね。そのままお待ちください。